ちらまた明日東京都庁一人の街を今ないとスパイダー全身全霊見せてみろさあポンポンポンめっちゃ飛び跳ねろ頭からにしちゃってさあポンポンポンめっちゃ飛び跳ねろ楽しまなくちゃそうじゃ常識よりも大切なこと君に教えてあげるさあポンポンポンめっちゃ飛び跳ねろ今はとにかく踊りな金銀堂にキラキラに輝くのビアトリニティ英語タリオ。なんか今日クーラーつけたせいか、喉がちょっとガラついておりますけれども、あまりお気にせずに。よいしょ。なんか時計でかいな。はい。ということで、本日はですね、漫画一本道締めの続きをやっていこうと思います。めっちゃ暑くない？めっちゃ暑いからさ、ちょっとクーラー結構ガンガンにかけちゃっててさ、よくないわ。やっぱタイマーかけて寝ないとね、クーラーは。よくないよくない。ということで、で昨日ですね、昨日マイクラやってたんだけど、途中でなんかクラッシュして落ちちゃって、いや本当に申し訳ないことをしてしまったなと思って、あのスパチャもね読めなかったし、ラストちゃんと締めて終わることもできなかったので、ちょっとね昨日のマイクラの分のスパチャは今日最後に一緒に全部読まさせていただこうと思ってます。裏でね、あの後マイクラやってたんだけど、別に重くもなかったし大丈夫そうだったから、どうなんだろう、パソコンがクラッシュしたん？クラッシュだと思うな。クラッシュって書いてあったと思うんだけど、 OBS がなんか配信開始をしてもなんかできませんみたいな言われ方をされて、配信が戻せなくなっちゃって、急になんか画面が全部真っ白になったんだよね。で戻ってきた時に OBS がなんかもう接続できませんみたいになっちゃって、えみたいな。パソコン買い替えたばっかりなのにと思ってさ。そうだからちょっと機材なんだろう、PC が暑すぎ、暑すぎたんかな。一応ね今クーラーガンガンにかけてるから、ちょっと熱がこもらないようにだけちょっと気をつけて見ていこうかなと思います。うん、俺との生活のためにも頑張ってくれよな。誰だお前。誰だお前は。よし、ということでごめんね、昨日はお騒がせいたしました。ということで、続きやっていきましょうか。前回は壁という漫画をね作ったところからでしたね。連載したんだよね、前回ね。これ壁ね、なんかいろいろ作ってんな。湘南教室、トンコ、天国ヤクザ、ボーベー、銀田二郎の事件日誌、クレパス坊ちゃん、壁。壁頑張ったよね、結構ね。で壁が、連載が18話で終了して、なぜか18話なのに長期連載賞みたいなのをもらって、頭にハテナが浮かんでたっていう。長期連載賞18話でみたいな。音量どう？あーどうでしょう。壁頑張ったよね。で最後ね、なぜかつなげの回で終わるという伝説の終わり方をした。打ち切り漫画の終わり方をした壁ですけれども、ちょっといい感じ、オッケー。で、また、漫画を書いて持ち込めばいいのかな？連載の話は来てないから、とりあえず漫画書くとこから始めたらいいかなって感じかな。あ、アイテム発見してる。知識120ある。とりあえず作るか、漫画新しく、また。77あるから、全部っぱして作ってみるか。
知識。何にする？なんか増やしたっけ？そもそもお金1060万あるんか。結構あるな。連載したからか。待ってね。お買い物。モモコのフィギュア。あ、でもなんか欲しいって言ってたやつ大体買ったのか。これ買ってないな。高いな。まだちょっと厳いかもね、買うの。高っ。魅力12。うーわ、欲しい欲しいけどお金ないな。あ、これあげるか。どうしようかな。シナリオ、作業速度あげよっか。うんうん、デッサンもあげるか。いいね。デッサンあげとこうか。オッケー。よし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 。あ、そっか、スパイ、そうだそうだ、前回スパイをさ手に入れて、あーちょっと待って、戻って。あ、ドキュメンタリー増えてる。現実に起こることを忠実に再現する漫画を目指します。え、これさ、フレンの物語作るか自伝出すか高校生で、高校生で教室かな、自伝それ売れる売れるだろギャグ漫画かな、ちゃうわ、ドキュメンタリーやスパイ、どうしようかな。スパイ使いたいね。でもスパイのスタジアムか、会社かな、仕事だもんね、会社かな。これでファミリーやったらな、ちょっと舞台が足りないな。大海原でもないし、アパート会社のバトルかかな。ファミリーじゃないとさあれだよね、ちょっとそぐわないよね、内容と。77使って、よし、今来たコントリー、いらっしゃい。アパート、まだ足りないかも。じゃあスパイファミリー一旦やめとくか。思いっきりスパイファミリーって言ってた思いっきり名前出しちゃった。テニスのスタジアムで教室、いやスタジアムだな、のこれでテニプリ書くのどう、バトル、これいいんじゃない。テニススタジアム、うんうんうん。ボリューム3、作業6日間。6日間早いね。よし、これでいこう。テニスのスタジアムで。そう、じゃあ皆さんタイトルをよろしくお願いします。テニプリはギャグ漫画だよ。違うよ、バトル漫画だよ。テニプリはバトルだろ。テニプリはギャグではないでしょ、バトルでしょでかすぎんだろ。出た、新手にね。いくよ、いーせーので。テニスのいいね。僧侶様これでいこうなんかすごそう、全員神なさそう全員波動球使いそういいね、パワー系、全員パワー系でいこう、これで全員108式だから四天王寺の銀さんじゃ、そう、全員銀さん、これでいきます。ジャッカルもいる。よし、82、でけえ。普通リズムで6日、ちょっと急いでもらおうか。じゃあリズム、リズムに乗るぜ。ゆったりじゃなくて、過酷、体力あるからね。4日、早いね。もうとにかく早く作業して早く書き終わってほしい。
よし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 、いいぞ。めちゃくちゃいいもの作ってほしい。あ、なんかあんまり進んでなさそう、筆が。脇役登場、脇役。あ、やった。7手に入れた。これでもうちょい作業速度上げよっか。40乗せて1か。上がらんな。オッケー。体力まだあるから、できる限り過酷で書いてもらって、体力やばくなってきたらリズム普通にしようか。よし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 。キャラクターめっちゃいいじゃん。いいね。いや、テニプリはキャラクターマジ大事だからな。マジでありがたい、それは。いいぞ。画力もまあ、画力も確かにあるけど、ストーリーとキャラクターに、うわ、個性とキャラクターに振ってほしいな。やばい。なかなかいい組み合わせだ。マジかよ。これなかなかいい組み合わせなんだ。そうなんだ。よし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 。いいんじゃない？おぉ。画力があんまり、あ、でもストーリー73。いいぞ。え、結構おもろいんじゃないこれ。そのうち全部100とか乗るようになるんかな。いいね。ちょっと待って、このアイテム拾っとくわ。あ、入手。オッケーオッケー。はい。でけえ。このテレビのアイテムめっちゃでかいんだよな。個性もうちょい欲しいな。あー、まあ。あー、でも新記録個性だけか。あんまりかもな。とりあえずこれで出してみようか。ストック持ち込み賞に応募。持ち込みする？持ち込む？持ち込むか。いやー、どうだ。もうちょいさ、あ、どうだろう。コミックサタデーはさすがに厳しいよね。まだストックしといた方がいい？ファン層的にストックしたとて、確かにファン層を見るんやで。固有ファン層10、中高男子層46、男子大学層32。おお、え、コミックサタデーのファン層中高男子層が多いんだ。ふーん、ストックしとくじゃん。オッケー。お、やったナイス。で、一回寝てもらって、寝なさい、早く寝なさい。知識ゲットナイス、いいよ。寝てもらって、体力回復してもらって、どうしよう、もう一個作る。テニスとスタジアム組み合わせいいんだ、てか。あんま良くなさそうだけどな。よし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 、40乗った。オッケーオッケー。シナリオも載せたいね。で、もう一個なんか作ろっか。じゃあせっかくだし、知識突っ込む？もったいないかな。なんかさ、ストックのさ、うまみが私あんまり分かってなくて、連載をもう一回持ちかけに来てくれる可能性があるってこと？同じ内容で何回も書き直すのが大事。え、そうなの？同じ内容で何回も書くのがいいの？稲妻イレブン作ろう。まあ、それはありです。でももうね、サッカーがないな。バスケットならあるけど、バスケットだとあれになるんだよね、黒バスになるけど。黒バスも作る。高校生格闘料理人、トリコは作ったしな。お化け、ヌーベも作ったよね。家族、しんちゃんも作ったし、待って、スタジアム、会社、舞台が増えないとどうしようもないな。バトル漫画、感動漫画、ミステリー漫画、ドキュメンタリー。フレンのドキュメンタリー出すか。スラムダンクもあるぞ。どっちにしろ舞台がないんだよね。スタジアムにするしかないから、ちょ、フレンのドキュメンタリー作るわ一回。高校の頃の教室。これドキュメンタリーかな。自伝出すわ、ちょっと自分の自伝出すわ一回。誰が読むん？私やん。みんなが読んでくれたら大丈夫だから。みんなが一冊ずつ読んでくれたらどうにかなるから。私の高校の頃の
面白話をまとめた漫画出すわ。じゃあちょっとタイトルお願いいたします。私の高校の頃の自伝のタイトルお願いいたします。ドキュメンタリーいきます。ちょっと気になる、気になってる、気になってる、いくよ。3、2、1。ほい。やだ。やだ、そのた。やなタイトルだな。でもうまいわ。ちょっとかっこよくない？ちょっとかっこいいなこれタイトル。よし、60入れとくか。あ、いや、もったいないか。これでいこうか。50で2日間で終わる。マジ？いきます。反面教師作ってくれ。2日ならまあ普通リズムでいっか。よしよしよし、これストックして、ま、待てばいいのか。これ待ってればいいんかな。尖ってんね確かにな。ドキュメンタリーでタイトル反面教師はちょっと見てみようかなってなるもんね。確かにちょっと読んでみようかなって。反面教師かしくじり先生みたいな。なかなかいい組み合わせ。嘘、さっからなんかなかなかいい組み合わせって言われるけど本当か。知識後で貯めとくか。ちょっと書き終わったら知識貯めよっか。え、すごい、え、やばい、なんかめちゃくちゃ絵うまいんだけど絶対絶対いらんって画力ねえ画力絶対いらんって反面教師に。これもう一回ストックしておこうか。じゃあで画力えぐい、キャラ弱い。私のキャラ弱いんか私のキャラって弱いんかな。よし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 、いいね。あ、帰宅させちゃった、やべえ、やらかした、エイレン出してった。これさ、なんか音ブツブツ言ってない？大丈夫？これさ持ち込みした方が良くない？そろそろと思うんだけど、こんなストックしてても意味ないよね。ストックしたのってもう一回どうやって持ち込むの？これか。あ、連載主導、読み切り主導、何これ。創作、音大丈夫？あ、ほんと？ちょっとビリビリした。マジか。自伝の持ち込みって相当のメンタルだろ確かに。え、これってさ、どうやってストックしたやつ出せるの？どこだっけ？これか、これだ。どうしようかな、テニスの僧侶様から送ってみるか。持ち込みで。こんにちは、白戦車編集部のものです。あ、フレン先生じゃないですか。持ち込み原稿確かに受け取りました。来週に掲載されるよう掛け合ってみます。掛け合ってみってなったの早っ。この間は原稿ありがとうございました。先生は新人ではないので読み切り作品として掲載しました。その結果とてつもなく好評でしたよ。きたー、さすが手に僧侶って英語でなんて言うんだ、手に僧。この人気は本物かもしれません。こちらが原稿料になります。やったー、あ、すごい、え、ほぼ20もあるじゃん。これ何出してもいけるんじゃないか。今ワンチャン何出してもいけそうじゃない？マジ？そんないけるんか。プリーストプリーストなのでテニプリじゃんマジでテニプリじゃん、すごっ。実質テニプリじゃん、すごいな。それそんなことある？マジか。あ、知識めっちゃついた。
え、どうしよう、これさ連載してくれって言いに来てくれるかな。もう一個出してみよっか。もう一個ストック作っといて、作った後にもう一回自伝持ち込んでみよっか。すごいね、まさかこれを考えて僧侶にしたのか。いやーすごいな、リスナーくん、すごいな、リスナーくんたち、ありがとう。ミステリー漫画、感動漫画、感動漫画でも書いとくか。感動漫画って、感動漫画でも書いとくかっていう流れで書く漫画じゃないよな絶対絶対こうという意思があって書く漫画だよね。このなんか書くかみたいな流れで書いちゃいけ、よくないよね感動漫画って。家族のアパートの感動漫画どう、これありそうじゃない。やっぱ家族っていいテーマじゃない。どうこれ、感動漫画のスパイのアパートはダメか。メゾン一国、うわメゾン一国、あたしんちね、あたしんち、家族が主婦向けだからあたしんちがいいかもしんないな。あたしんちいいね。待って、あんまりつぎ込みたくないからこれもう50ぐらいにしといて、よし。あたしんちってフレンチはちょっとんーってなっちゃうからな。あたしんちいいね、あたしんちにしよっか。お前んちお前んちにしよう。やだな、お前んちいいな。あたしんちってさ全部ひらがなだっけ、んがカタカナだっけ。お前嫌なタイトル、誰の家だよこれ。んカタカナだよね、オッケー、ちょっとカタカナするわ。嫌なタイトルだな、お前んち、これにしよう。オッケー、よしよしよし、嫌だなこれよし、感動ギャグかな、ギャグないな、感動でいいや。じゃあいきます、はい。普通リズムで3日ぐらい、オッケー。修行は無理か、買い物も無理か。770万しかないもんね今さ。稼ぐ方法がないからあんまり知識つけに外に行けないんだよな、何もできん今。取材も無理だし、アルバイト行っといてもいいかもしんないな。体力戻ったらアルバイト行こっか。どっかが爆上がりしてほしいけどな。ストーリー、感動ものってやっぱストーリー欲しいよね。間違えた、バイト行ってみる、終わったら。キャラクターばっかり足されるな。お、サラリーマン層向け、あ、アパートってサラリーマン向けなんだ。で家族が主婦向けだから結構年代高い人たちに人気のある漫画になりそうだな。あたしんちってどこ向けなんだろうね、そう考えると。私読んでたけどな。あ、いつもお世話になっております、コミックおう宝編集部のものです。社内会議の結果、先生に新たな連載任せようってこと。2個目の連載だ、ぜひ一緒にコミックおう宝を盛り上げていきましょう。もちろん引き受けていただけますよね。引き受けるか、よしよしよし、ありがとうございます。締め切りは少し先で12日後です。12日余裕だね。連載は毎週が締め切りになりますので、この機会にペースをつかんでおいてくださいね。きた、傑作の脇目線きた、売れんじゃないお前んち。待って、とりあえず急いで書いてもらおうか。よしよしよし、やばい、これ書いてる場合じゃないな、早く書き上げてほしい、頼む、早く書き上げてくれ、頼む、急げ、時間ないぞ。あーでもキャラクターいい感じだね。確かに私んちのお母さんってめちゃくちゃパンチ強い見た目してるからキャラクターとしては確かにな、ピカイチだからな。ストック依頼あり、どうしよう、待って連載考えよう、連載何がいいかな。待って、わ知識ないな、知識ある状態で新作書きたいから、一回デパート工場行って知識蓄えてから反面教師連載しよう反面
連載すんの？マジで？テニプリは、あ、テニプリいっとくか。ありだな。もう一回書くか、テニプリ。そうだね、そうしよっか。知識じゃあもう一回蓄えて、いいぞ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 。今持ってる全ての知識を使えるようにしといて、もうワンチャン10、いいぞ。よしよしよし、これで多分、え、工場うまいな、工場うまいぞ。ナイスナイスナイス、オッケー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 、でかい。で、寝てもらって、あ、やばいやばいやばい、寝て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 、とにかく急いで寝て。よしよし、シュン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 、危ない危ない。もう一回寝てほしいな。強制で寝させる方法ってどうやってるんだっけ。これ強制で寝させる方法なかったっけ。どうやってやんだっけ。強制で寝させるのって出てるんだっけ。あ、でも寝てくれたわ。やばい、締め切りまで時間がない。机、あ、机タップすんのか。首の後ろをトンってするそれ気絶やんけ。よしよし、じゃあ作ろっか。テニスの、スタジアムのバトル、よしで、テニスの僧侶様でしょ。よし、連載しよう。これテニスの恐ろしく速い人俺じゃなきゃ見逃しちゃうね、の僧侶様。なんでここに染まりきったって出るんだ何の変化やねんこれいつ使ってん染まりきった。よし、オッケー。でこれ82全部っぱいこう、1話目大事だから。よし、これでいくか。1話目に使っていいのかな、これ。もっとちっちゃいとこから始めていいのかな、1話目って。どう思う、もっと少ないところから始めて徐々に増やしていった方がいいのかな。20とかにしとく、どう。これ少なくしとこうか。パンチ大事、プロローグからいってもいい。え、そうだよね、プロローグ30ぐらいにしとこうか。いや、わかった、80に突っ込んで次プロローグからやるから、次から少なくすればいいんだな。オッケーオッケー、最初じゃあぶっ込んでみようか。オッケー、行こう。よしよしよし、いいぞ。ゆったりじゃなくて普通でやってほしいな。オッケー、いいぞ。あ、ほんとだ、休む、これか、休む。オッケーオッケー、寝てもらって5日でできんだ、早いな。でも知識をさ手に入れたいからちょっと早めに終わらせてほしいんだよね。早めに終わらせてもらって、ヒロイン登場、さくのちゃん、さくのちゃん出てきた今、もしかしてねえ、さくのちゃんなの。いいわね、さくのちゃん好きだ私、さくのちゃん可愛いから。泣ける、え、一番最初からどこの部分それ。越前龍馬があのなんだっけ、ツイストサーブ打ったとこ、泣けるシーンあったっけ、1話でテニプリって泣けるシーンあったかな。伏線だ、伏線、いいね。伏線あったかな、1話にテニプリあったかな、あんま記憶にないな、テニプリの1話の伏線あったかな。よし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 、あ、なんか倒したいやつがいるんだよねみたいなのあったかもしれないな。完成したらストックしてくださいね。それと自習に向けて知識を貯めるのも重要ですよ。時間があれば取材に行ってくださいね。しとろい、してら、ナイスナイス、完成。結構バランス重視になったね、あんまり数字伸びなかったね全体的に。まあ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 、でも最初だけそんなもんか。これでストックで、これ取りに来るまで待ってていいんだっけ。とりあえず取材しよっか。体力がない、寝てくれ。あ、寝る寝る寝る、よしよし、寝てもらって、あして、工場、デパート、工場行こっか。お金ねえな、大丈夫かな。まあこれから毎月、毎週入るだろうから、お金が、まあお金はそこにちょっと
あれとして、あんま、あでもナイスナイスナイスです。知識が足りないな、どうしても。いつも金欠、いやほんまにな、ずっと金欠だわ。よしよし、これでリズムを普通でっか。資産ランキングの更新があります。オッケー。これで知識をさ、できるだけ多めに蓄えてほしいんだけど。今回の最大連載数は18回です。結局18なんだ。どんなに長くても18だったりするんかな。18ってめっちゃ短いけどな。次書く漫画はちょっとずつ、待って、OBS 止まったりした？大丈夫？今一瞬止まったりした？大丈夫かな？大丈夫？大丈夫そう？アイテム発見！ナイス！一瞬狂った？ごめんごめん、なんか OBS かな？なんだ？なんでだろう？怖い怖い。今日も昨日みたいにブツってなったら泣くけどな、私。大声出して泣くけど。あ、来た！先日依頼した連載漫画の1アメをいただきに参りました。これを、これ強いなぁ、なんか。なんだ、なんでだ。よし！行くぞ！テニスの僧侶様！略してテニプリ！行きます！お願いします！で、次週書く。ちょっと待ってね。これさ、88って何の回になるの？激しい回！あ、激しい回2回目なんだ。あ、躍動の回と違うのか。ほーん。じゃあ、プロローグをここで書きたいから、プロローグの回作ろっか。1話目はさすがにね、さすがに2話目、あでも2話目、これ1話目だよね。1話目だから、これをプロローグの回にするか。うん、伏線の回、伏線いらんもんね。うん、よし。お、255万、めっちゃもらった。ナイスナイス。普通リズムだよね。オッケーオッケー。普通リズムで何日って言った？過酷だと、過酷だと、あプランね、編集者と相談ってなんだっけ。漫画のストーリーを向上させます。知識って、知識のがいいな。うん、知識でいいや。いいや、これやってみようか。一回知識今結構あるし、3日ね。オッケー、3日はでかいぞ。ちょっと早めに終わらせてほしい。知識を蓄えたいから。締め切り5日、短くない？やばいな。休憩。ストーリーが11アップ。おー、あ、そんなのできるんだ。へえ、すげえ。これで体力がちょっと危なくなってきたら普通リズムに戻します。大丈夫かな。進捗いかがですか。進捗いかがですか。大丈夫ですか。寝て、うわー、ちょっと危なそう。これ入院したら終わりだからな、マジで。あれ、なんか前回さ、壁書いてる時さ、ラストだけ入院したんだよね。覚えてるぞ、私は。あ、先日連載が始まりましたテニスの僧侶様ですが、3位でした。すごーい。出だし3位でかくない？かなり上位に食い込めました。初回は順位が上がりやすいので次週からも気を抜かないように頑張ります。さすがテニプリやで。さすが、もう1話目のインパクトすごいからな、テニプリは。よし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 、いいぞ。もうなく終わりそう。オッケー、よしよし、ゆっくり書いてもらって。知識がちょっとあれになってきそうだな、大事になってきそう。オッケー。ストーリークソつまらん。ストーリーバカほどつまらん、この漫画。どうしよう。あ、よし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 、ナイスナイスナイスです。来た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 。で、お金あるから知識物資に蓄えておきたいんだよな。博物館行こうか。あ、待って、体力やばい。大丈夫かな。知らない、知らない、大丈夫。真相あったら帰宅させるよ、私。あ、あ、あ、死ぬ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 、待って、死ぬ。寝る、これ寝れる、ね、寝れる、ね、寝てくれる。よしよしよし、危ねえ。ちょ、もう一回寝て、もう一回、もういい、動くな動くな。よし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 
危ねえ。寝てくれ頼むから、できる限り寝てくれ。よし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 、オッケー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 、焦った。で普通、よし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 、いいね。首トン首トンってしたから今。よしよし、で、あ、1位じゃん。次が2話か。2話は説明の回にしとこうか。いや、順番にやった方がいいのかな。伏線の回にした方がいいのかな。この知識の順にやった方がいいのか。プロローグの回来たら伏線の回入れとくか。なんかこうプロローグで入れておいて、次に伏線入れることによってこの漫画この先も何かありそうって思わせるってこと。3話では、あ、3話なの。あれでも上に2話って書いてあるぞ。あれこれもう3話。伏線説明って順にやってた方がコンボ出る。あ、じゃあこの伏線でいこっか。 OK、 じゃあ次伏線でできる限りの知識を投入して、あ、上は前回か。 OKOKOK、 なるほど。じゃあ次は3話ね。3話が伏線の回、いきます。はい、お、ついに1位。この調子だと白戦車大将も夢じゃありませんね。マジか。今ちょっと夢じゃありませんねってジョジョみたいな言い回ししたのあいつ私は見逃さなかったぞ。夢じゃありませんね。よし、やったー。え、てかさ、みんな、あ、プランは知識でお願いします。よし、あのさ、あれ、ジョジョのさ、6部ジョリンのやつのさ、ネットフリックスさ、続き来たらしいからさ、めちゃ見たいんだよな。今日配信終わったら見ようかなって思ってた。お、よしよしよし、知識8、ナイスナイスナイス。これでそんなにあれなはず。よし、さすがテニプリやで。ちょっとテニプリで賞受賞したいな。受賞しよう。え、あれ9月なのあれ9月なの。マジか。まだじゃん。じゃあツイッターで見かけたからもう来たんかと思ったわ。早まっちゃった。ね、寝れるそれ、ね、寝てもらっていい。危ね。よし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 、オッケー。終わるかな、大丈夫かな、終わるかな。あ、ちょっと寝てほしいかも。やばい、体力が。え、これ結構ギリじゃない原稿。大丈夫かな、今後大丈夫かな。よし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 、オッケー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 、完成。ナイスナイス。結構原稿ギリだな毎回。もう一回寝てほしいな。寝てもらってできる限り体力を整えてもらって、知識はまだそんな使わないから一回休んどいてもらって、一旦知識お休みにしとこうか。うん、オッケー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 。ここでアイテム手に入れてくれたらでかいんだけどなー。チラ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 、アイテム、あーアイテムなー、ここにアイテムがあればなー。チラ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 、いやダメか、アイテム発見してほしいんだけどなー。お、よしよしよし、キャラクター新記録、いいね。キャラクター新記録ってことは誰が出るんだ。そろそろ面白いキャラ出てきたのか。いいぞ。で、これが説明の回ね。テニプリの4話って誰出てきてたんだ。カイドウとかかな、スネークと戦ってるぐらいかな。4話ってどれぐらいだろう。最初のあれだよね、多分声楽のレギュラー陣と戦うシーンあたりだよね。うわ、阿久津出てきたんだな阿久津出てきたらそれはおもろいよな。よし、これでじゃあ説明の回、よし、書いてもらって、ヒロイン登場、またヒロイン登場したら、まだカイドウあたりだよね。ね、阿久津ってどれぐらいで出るんだっけな。妄想する。オッケー。
普通ペースでやってもらおっか。5日で終わるらしいし、ギリ終わるやろ。オッケーオッケー。寝て、あ、でも体力あるな今。過酷でいこう。オッケー。オッケー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 。体力が溜まってるときは過酷で進めよう。考え方によってはみんな広いんだから。あ、関数で言ったら10巻ぐらい。そっか、阿久津はまだまだまだ先だな。阿久津めっちゃ好きなんだけどな。もっと出てきてほしいな。お前の牛な態度がムカつくほどだで。しかし人の心を動かすそのオーラはなんだ。俺に人生を考えさせる。ちょっと待って、そろそろ寝よう。あ、これでいくか。はっ、死なないで。あんたが死んじゃったらこの漫画どうなるの。次回フレンシスデュエルスタンバイ。よし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 、間に合うか、いけるか。よし、ナイス。いいんじゃない。ちょっと寝て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 、とりあえず休んで一回、原稿書き終わったら一回休もう。よし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 、いいね。知識ちょっと蓄えに行きたいから、工場、工場行くか。よしよし、いいね。知識はなんかもう常に80ぐらいあってくれた方が気持ち的に楽。オッケー、いいね。96、いいぞいいぞ。ゲーム会社、おお。あ、ちょっと待って、寝れ、寝ろ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 。なんですぐに、ちょっと寝なさい寝なさい。これか、これのせいか。よしよし、いいぞ。ジオのうち死にすぎ。一回しか死んでないんだよな。いや知らんけど、私遊戯王見てないから。え、ずっと1位じゃない、やばいんだけど。とどまるところを知らないんだけど。おい、 You are the Prince of Tennis かよ、やばい。緩和9大の回、これいこっか。え、コラボ、コラボじゃないわ、コンボ聞かなくない、順番してるけど。コンボ来ないな。まあでもこの順番にこう順々に上げていく感じにして、どっかでまた戻す感じにした方がいいかな。プリーストプリーストオブテニス。伏線説明緩和でコンボ。あ、じゃあこれここで緩和にすることによってコンボが来るのか。オッケー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 。じゃあ50ぐらいにしといて、いくぞ。255万、いいね、ありがとうございます。もうちょっとくれないでしょうか、お金。体力あるから過酷にして、よしよし。お、プランは妄想、妄想にしとこうかな。うん、妄想にしよう。妄想でも体力めっちゃ使うからな、怖いんだよな。一回もっと欲しい、わかる、ね、もっとお金くれてもいいよね。お金足りないんだけどな、毎回知識蓄えなきゃいけないから、お金使っちゃうから、お金がたまんないんだよね。よし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 、いいぞ。で、進めてってもらって。キャラ考案中。お、どのキャラどのキャラどのキャラ、脇役、堀尾か、堀尾のことか。で、ちょっとやばいから、寝てもらって。よしよしよし。よしよしよし、普通リズムで1日。じゃあ普通でいいや。早いね、書くの。君書くの早いね。そろそろ谷志くんやろな。進むの早くない？日が中ってまだだいぶ先じゃない？谷志くんは早くない？よしよしよし、いいね。そろそろどっかで跡部様出してドカーンってさせたいよな。跡部様よってなってほしいよな。やっぱ跡部様が来るときにドカーンってなってほしいわ。今流行りのエンターテインメントを紹介する雑誌の編集やっております。今勢いのあるフレン先生のインタビューを載せたのですが、ファッサ。仕方ないわね。受けてあげてもよろしくってよ、この制服で。よし、 OK。 100万、500出せ。フレン先生の固有のファンに変動があったようです。やったー。おー、ね、これさ、毎回先生の人気で部数増えてんのやばくない？もっとお金をもらうべきだと思う、このフレンちゃんは。頑張ってるし。
よし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 、いいね、順調順調。横暴で草先生だんだんとがめつくなっていく。嫌だ、人気になるとみんなこうなるの嫌だわ。よし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 、いいね。どうしよう、知識ちょっと足りないんだけど体力もないんだよな。言うて2日あるから1回すぐに寝かせて体力蓄えて、よし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 、オッケーオッケーオッケー。で、行こっか。ゲーム会社高っ、デパートも高いし、博物館行っとく。あー何も得られない。もうちょいくれもうちょいくれもうちょいくれ、頼む、10くれ10くれ。いやーあんまりだな。あ、アシスタント候補。いやアシスタントな、家では漬物をつけています。やめろ、それうちでもつけるつもりだろ、絶対やだからな。よしよしよし、していっぱい寝てもらって、資産ランキング更新ありました。オッケーオッケーオッケー。ここら辺で漬物つけられそう。臭いから勘弁してくれってなりそう。よしよしよし、新記録、お、来た。次回は絶妙な回になりそうです。よしよし、1位、ずっと1位なんだけど、やばい、来てるなこれ。大賞取ろう。これどれにしても絶妙な回だったはずだから、これはあえて知識を使わないという手でいこう。どうこれ、え、これさ、知識使わなくてもいいのかな。使わなくていいよね、何もしなくていい。これゼロでもいい、ゼロでも変わんない。ワンピース超えたな。行ってみるか、ゼロで。よし、節約してみよう、ゼロで。1でやってみようか、1で。よし、257万。おい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 、そんなんでいいのか。あー、他の出版社行っちゃおうかな、行っちゃおうかな、大丈夫かな、そんなので他行ってもいいんだけどな。チラチラチラ、テニプリ他に出しちゃってもいいんだけどな。チラ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 、嫌な作家。マジで嫌なやつ。よしよしよし、知識7、いいね、でかいでかい。書いてもらって、体力意外と下がんない、いいぞいいぞ。もう50いくでしょ。よしよし、一桁になったら強制的に寝てもらおうか。よしよし、寝て寝て、 OK。 で10になったら1回普通に戻します。よし、寝よう寝よう、寝ろ。よし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 、いいぞ、無理やり寝かすから私。もう買い物リスト更新、お、買い物リスト1000万円いったね。あ、テーマが800円だ、たけえ。白爪満点持ち、ありがとう、 Thank you。 1600万。え、舞台さ発見したいんだけどさ、どうやってお金稼ぐの。1600万も稼げないんだけど私、どうしたらいいんだろう。あ、こんにちは、小平どっこいテレビのものです。小平かな、テニスの僧侶様の制作の舞台裏に密着したドキュメント番組を制作してくる。いやー300万受けます。わかりました、それでは早速社に持ち帰って番組を制作したいと思います。よし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 、出てあげてもよろしくってよ。いいねー、ファン増えてんね。よし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 、あのね、あれだから、多分テレビで放映した時にさ、私が強制的に首の後ろトンってして寝かせてるの多分話題になるから。多分話題になってネットでバズるから、それが、あの、そのネット、テレビの切り抜きがネットでバズって、ツイッターとかでバズって、なんかいい感じにまた売れるから、話題性で。そうしよう、そこで稼ごう、もう一ファン。それはただの炎上。え、そうなの。よしよしよし、アイテム来ちゃう。おし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 、でかい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 。今日はもう休もう。うんうん、オッケーオッケーオッケー。次の原稿に向けてちょ体力蓄えとこう。
いいね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 。このアイテムがマジででかい。常にアイテム見つけててほしいんだけど。よし新記録、いいね1位。え、これマジあるぞ今回。よくある。あーこれまた1からか。 OK、 じゃあ伏線説明緩和球台でまたちょっと順番に組み立てていくか。待って、躍動的な回とかしなくていい？え、どうなんだろう。ずっと1位だからな。これまたさ、コンボつなぐ形にするのか、一回上に行くか、同じことだと飽きられるのかな。え、飽きられそう。確かにコンボってさ、何と何と何でコンボあるんだろう。躍動的、つなぎ、激しいであるのかな。やってみるか一回。躍動的でも知識がな。躍動的な回、じゃあちょっとやってみようか一回。残り何話、残りね、今7話で7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、あと12話かな。12話分やるにはちょっと知識厳しいか。一旦これでもう一回回してみて、説明の回でもう一回、伏線説明緩和球台でもう一回回してみて、その後にしよっか。ラストにかけて、ラストスパートかけて感じにしよっか。激しい回とかは。よしよし、260万徐々に上がっていっています、お金が。よしよし、で過酷にして、いいぞ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 。3日ね、オッケーオッケー。あ、最新のコミック発売に合わせ全国の書店向けのポスターを作成し、それってアシスタントさんっていうか、色塗りだけ他の人に頼んだりとかできるんですかね。ちょっと私売れっ子なんで困るんですけど、時間取られちゃうとちょっと難しいかなみたいな感じなんですけど、大丈夫ですかね。あ、連載のテストの僧侶様ですが、ページが溜まったのでコミックス第1巻が発売。やったー、今週の順位が1位でしたので売り上げが多く見込めそうです。やったー、うるせえ作家だな。うるせえ口だな、塞ぐぞ。チュ、きたー。え、めっちゃ売れてる、めっちゃ売れてる、めっちゃ売れてる、やばい、テニプリめっちゃ売れてる。テニプリめっちゃ売れてる。夢の印税生活だ、きたー、夢の印税生活きたー、やったー、30万。え、やばいんじゃないこれ。印税終わった、印税、印税、うおー、きたー、やったー、めっちゃ売れてんじゃん。3800万、来ました。待って、これ体力大丈夫。あ、売上がアップしそう、ナイス、いいね。よしよし、書いてもらって、行き詰まった、大丈夫か。あ、こんにちは、漫画、この度フレームスタリオさんがなんと漫画家ランクのアップガチュ、やったー。厳しい条件を乗り越えてよく頑張りました、おめでとうございます。売れかけ漫画家、やったぜ、30万で売れかけなんだ。厳しい世界だ。え、待って、3800万あるじゃん、やば、何でも買えるじゃん。動物園、よし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 、団子社、新しく団子社、団子社どこだ、これでまだ売りかけなんか、厳しい世界だ。え、待って、4000万いきそう、やばいやばいやばい、ちょ、何でも買おう、何でも買おうや。過酷で意外といけるな。よしよしよし。体力だけ危ないから注意して見てて。19。あ、ない、寝て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 。よし。強制的に寝てもらう。よしよしよし。で、書いてもらって。そろそろ普通にしとこうか。お、白戦車の小説を主に担当してるものです。ファサ。ファサ。もう次から次へと来て困っちゃうわね。調子に乗ってる漫画家の真似が上手くない。真似って知らんけど見たことないから。調子乗ってる漫画家調子乗ってる漫画家ってどういう対応すんの。今日はテニスのソウルさんもぜひともノベルとして新しい層へ広げるということの許可をいただきたく参りました。
もちろんご協力いただけますよね。ちょっとその言い方はやだな。ご協力いただけませんかって言われたら500万受けます。はい、お願いします。やったー。あ、いいね。よし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 、いいね。終わりそう。あ、死んじゃう。寝て。体力が一番大事だからね。体一番大事にして。本当にもう一人だけの体じゃないんだから、私たち二人でやっていくって決めたじゃん。よしよしよし、オッケー、いいんじゃない。説明の回だし、まあこんなもんでしょ。完成、ナイス。知識もめっちゃあるしな。うんうんうん、よしよし。寝てもらって、あ、一条百三、え、50万部え、50万部すごいすごい、50万冊売れてる、やばい。え、めっちゃ売れてる。テニプリやば。実際のテニプリって何万部売れてんの。この100何百売れてんの、実際のテニプリって。あ、そろそろ白星者大賞の発表の時期ですが、連載中のテニスのソウル様がなんと白星者大賞にノミネートされました。これ来るんじゃないの、これ来るんじゃないの。来月15日に発表があります。これから一つでも順位が上げられるように頑張りましょう。これ来るんじゃないの。ちょっと賞取っちゃうんじゃないの。シリーズ4500万。テニプリってすげえな。あ、また1位だ、いいね。で、次が説明の回。よし、6000万部、すごっ。6000やばいな。ちょ、6000目指して頑張ろう。名前借りてるんだし。よしよし、働け働け、いいぞ。6000万部を売り上げるまで一緒に頑張ろうな。働くぞ。知識欲しいから妄想で。オッケーオッケー。6000万部ってすごいな。何をどうしたら6000万漫画が売れるんだ。知らん人おらんもんな。だって6000万も売れてたら日本で知らない人いないでしょ。すごいな、かっけえ。私も6000万部漫画売る人間になりたいな。でもさ、何をどうしたら人生でさ6000万部漫画が売れる人間になれるんだろうね。すごくない？何回人生やり直したら6000万部売れる漫画家に転生できるんだろう。すごいな。あ、最近ネットを中心にちょっとしたブームになっていますよ。でかすぎんだろう。ネット、いや、やっぱね、やっぱそのね、やっぱあのミュージカルもねやってるから、うん、いいね。よく売れそうです。十分売れてるけどな。やったーやったー。待て、修行して、作業速度上げて、あ、シナリオ上げきっちゃうか。シナリオ上げよう。これ40になれ。よし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 、いいね。で、画力も上げちゃおう。オッケー。めっちゃ上がった。大成功、ナイス。よしよし、ストーリー、いや、作業速度まで取っとこうかな。作業、うおー、寝ろ。よしよし、作業速度の向上が一番欲しい今。作業が早くなればなるほどさ、いいことばっかだから、できる限り作業を早くしてもらって。よしよし、いいね。いいよいいよ、ちょっと寝てほしいかもな。ちょっと寝てほしいかもな。うん、よしよしよし、オッケー、いいんじゃない。完成、オッケー。じゃあ一旦寝てもらって、個性をちょっと取りに、知識取りに行きたいな。寝るときも普通で、オッケーオッケーオッケー、よう寝た、えらい。じゃあお金あるな。え、お金ある。どうする、動物園とか行っちゃう。行ったれ行ったれ、アルパカ発見。うわー、ブルブルって言うからな、アルパカ。ブルって言うから、アルパカ。みんな見たことある、アルパカブルって言うから。キリン19。うわー、すげー、いいね。
できるだけ蓄えときたいな今のうちに。よし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 、いいね。待って、もうちょい寝ていいよ、体力ちょっと大事だから。もうちょい寝といてほしい。オッケーオッケー、寝てもらって次の漫画描くまでにね、できる限りマックスで。オッケー。1位、もう1位。いやー、ちょっと敗北を知りたいな。1位しか取れない作家になっちゃった。すいません、本当に総なめしちゃって、他の作家さん本当に、いや一緒に連載してる作家さんすいませんね、なんかちょっとこんな人気ですいませんね、ちょっと申し訳ないっす。よしよしよし、行くぞ行くぞ、寝すぎ寝すぎ、急いで急いで、いいぞ。てか漫画家さんっていつもこんな生活送ってんのかな、大変だな。知識は一旦置いて、相談も別にいいか、もうそすでいいや。オッケーオッケー、いいね。態度がでかすぎんだろ。怒られる。よしよし、ちょっとね頑張って書いてもらって。いやこれウハウハだな、マジ大賞取れたんじゃないかな、ずっと1位だし。次さ別のさとこ持ち込みたいよね、別で連載持ってみたくない。もう白戦車は十分私が育て上げたから。あまりに上目線、あまりに上目線。じゃあ白戦車は私が育て上げられたから、いいねいいね、寝て寝て、よし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 、いいぞ。え、6000万あるんだけど、引っ越す？引っ越しないんだっけ？ないのか。待って、これ買おう。ゲームをテレビ。買っちった。どれと交換しようかな。あ、電話と交換するか。532。電話は何がいいんだ。魅力7か。こういうとこ交換しようか。 OK。 あ、死んじゃう、休んで。よしよし、引っ越したいな。次引っ越しいつ来るんだろう。部屋ってどうやって買うのこれ。部屋ってどこで買うの。バストイレってどこで買うんだ。よしよし、いいね。買えるの、バストイレって買える。桃子のフィギュア、あ、持ってんだ。あー、フィギュア台飾ってたっけ。プランの導入いらんな。あー、舞台の発見欲しいな。舞台の発見買っといてもいいかもしれないけど、舞台買うか。え、どれにしよう。幕末、ホテル、トイレ、地球、古代、4畳半、孤島、牢獄、明治、家、都会、大自然、江戸。え、なんか舞台なんか絶妙だな。もっとなんか分かりやすい舞台。トイレが人気中なの、何？トイレが舞台って何？トイレが人気中なのはよくわからんやん。地球とか？トイレなんでこんな人気なん？テルマエロマエってトイレなの？テルマエロマエのトイレバージョン。絶妙にパクんのやめろ。孤島、4畳半、牢獄、うん、明治、家って家族と一緒だもんね、だって。江戸、大自然、トイレ行くか。よし、オッケー。ひらめいた、ひらめいてるぞ、いいね。よしよし、じゃあ今日はもう寝てもらって、アイテム発見してる、ナイスー。オッケー、これ注目しとく。
よしよし。で、私魅力上げるの忘れてたの。やば。たまったら魅力上げよっか。他上げまくってたわ。魅力忘れてた。オッケーオッケー。知識108あるから、一旦これで様子見でいっか。どっか行かなくてもいいんじゃないかなという気持ちではあるけど。でも蓄えといて損はないな。どっか行くか。一回寝るでしょ、これで。寝て。あ、もう間に合わないかな。動物園行っとく？デパート行ってみるか。知識8、いいね。貯められるだけ貯めとっか。12、お、新記録、いいね。お、絶妙な回来た。知識じゃあ0にして、0でも変わんなそうだったから0でいこうか。よし。あ、0はダメなんだ。1で。じゃあ待て、やばい、体力ない。一回寝てほしい。過酷に出版してなかったっけ今。ゆったりにして、寝て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 、よしよしよし、寝てもらって、よしよしよし。普通で書いてもらおうか。普通で5日か。5日、 OK。 妄想する。知識めっちゃ蓄えられたな、これで。これであんまり先怖くないから、一回知識放置してゆっくり書いてもらって、うんうん、プラン妄想する実行 OK で、プラン実行して、知識いいね、いいよ。大丈夫、寝てね、全然寝てね、間に合うからね、ゆっくり寝てね。怖い怖い、倒れるのがいっちゃん怖いから、マジで。だいぶ時間ギリになってきたな。でも5日か、これで。キャラ考案中、いいね。体力もっと、寝て体力回復してほしいな。大丈夫かな。よしよしよし、いいぞいいぞ。20、いいぞいいぞいいぞ。間に合う、これ。間に合うかな。あ、最近子供たちの間で流行になっているようです。街中で決めぜ絶対手塚ファントムとかやってるだろこれ。いいな、ナイスナイスナイス。ツイートサーブやってるだろ。オーストラリアフォーメーションやってるだろ絶対にいいね。まだまだだね。あ、一時100千万10万円。いやーすごい、めっちゃ売れてる。一巻めっちゃ売れてる。これ間に合うか。ちょっと一回過酷にしていい。あ、ファンレター。はじめまして、いつも寝る前はフレン先生の漫画を読みます。とても楽しいお話で腸がねじれるほど笑いました腸がねじれるほど独特な言い回しするな。道端に落ちてた漫画の教科書とおい、住所教えろお前。ファンレターの住所覚えたからな、お前。送り返してやるからな、マジで。いらんわ、汚いだろ。よかったら使ってください。うわー、神。何、あ、ランクアップした、すげえ、めっちゃ上がるやん。売れっこ、売れちゃったなー。いやー、ちょっと別の会社で連載始めてもいいかなーみたいな。ちょっともうこの会社で別に漫画描かなくてもいいかなみたいな感じなんですけどね。何ですか。私は長年ラジオ局でプロデューサーをやっているものです。はい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 。連載中のテニスの僧侶さんもラジオドラマにしても人気が出るんじゃないかなと思いまして今日はやってきました。もちろんご協力いただけます。いや、ちょっとうち売れっ子なんで、なんかそのそういうもちろんっていう言い方じゃなくて、もっと皮肉だった言い方してもらわないと、こっちとしてもちょっと仕事が溜まってって大変なんですよね。500万受けますいつもの。あ、いいねいいね、うなぎ登りじゃん。いいぞいいぞ、登り方がうなぎだ。あけあけ、間に合った間に合った。なんだかんだいつも間に合うな、ギリで。オッケー、完成、ナイス。で、修行しよう、キャラクター。うんうん、よし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 。42、魅力もうちょい上がってほしいけどな。画力の向上、まあ、いっか、一旦置いといて。寝れるだけ寝てほしい。知識はもう十分あるから、
もっと寝て、もっと寝てほしいな、フレもっと寝てほしいなみたいな。よし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 、えらい、大事大事、いいよいいよ、知識はもういいか、一回取らずにこのまま待ちます。え、個性も上げられる？嘘、本当だ、確かに個性低いな、個性上げるか次。え、また1位取っちゃって、もう売れっ子は困りますね本当に。いやー困ります、困ります。ちょっと知識めっちゃあるけど、説明緩和球大、伏線説明緩和球大でなんか結構なんとかなりそうな感じするから、このループでいい気もするな。うん、つなぎの回、躍動的な回、緩和球大の回、いっか、ループでいっか。そろそろぶっこんだ回作りたい。まあもう11話だもんな、確かに11 12 13 14 15 16 17、あと7話か、123、多分4回目で絶妙な回になるから、1234、あと3回分はちょっとぶっこんでみよっか。うん、一回今回は伏線説明でまた同じような感じでやっていこうと思います。 OK、 おい寝てんじゃねえ、起きろ、働け、書け漫画を、寝てる暇なんてないんだ、ほら書きなさい。お、コミックス発売に向けて間違いがあった原稿修正を行いませんか。コミックスだけの特典として読者が話題にしてくれるかもしれませんよ。まあいいんですけど、ちょっとうち売れっ子なんで、ちょっとマネージャーつけてほしいなみたいな、ちょっと一人だと大変なんですよね、全然ちょっと売れっ子にアシスタントついてないのってどうかと思うんですよね。あ、プランは修正、オッケー、アイテム、わお、もう知識がパンパカパンよ、すごいな、いいねいいね、変わっちまったな。ちょ、売れっ子って言われて調子乗ってる今。まあ私売れっ子なんで。あ、売り上げがアップしそう、ナイス、いいね、よしよし、でちょっと寝てほしいな、オッケーオッケー、寝てもらって、いいねいいね、これ結構原稿が急展開、脇役登場、急展開でキラン、なんだなんだ急展開って、なんだテニプリの急展開ってなんだろう、死ぬ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 、テニプリの急展開ってなんだろう、一日、オッケーオッケー、一日で、じゃあゆったりでやってもらおうか。だいたいいつも急展開だろ。間違いない、テニプリで急展開じゃない時ないからな、恐竜巻き込むから、あの漫画急に恐竜出てくるから、あれは手塚ファントム、あ、オッケー、完成した、早いね漫画描くの、君漫画描く才能あるね、健康自転車、何これ、え、魅力と個性プラス10、高っ、トレース台、うわこれめっちゃ欲しい、うわ観葉植物めっちゃ欲しいな、ソファ16、水槽、水槽やば、個性めっちゃ上がる、2200買えるな、大きい本棚、うわやばい、そう入れ替えしたいな、水槽買っていい、ちょっと個性足したいんだよな、2200万、高いな、2200いっか、買っちゃうか、何と交換しよう、水槽水槽、あ、作業量が減るのかやだな、トロフィーは魅力マイナス3、これは、あ、これかな、6281マイナス2、あ、ちゃ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 
ちいち。あー1919、あっちにしよう、こっちにするわ。あ、オッケー、オッケー、よし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 、いいね。で3400万、お金が足りんね。ね、てか引っ越したくない？台所購入あるじゃん、気づかなかった。うわー、こっちにお金かければよかった、やらかした。あー、全然気づかなかった。バストイレ1000万か。作業量プラス魅力だな。台所、バストイレだけしか置けないのか、これ台所は置けないのかな。あ、違う、持ってるからってことか。オッケーオッケーオッケー、理解理解。台所欲しいな、台所買っちゃおうか。よしよしよし、で説明の回ちょっと知識を補いつつ、 OK で書いてもらって、いいよ。どうしよう、買うか、買っちゃうか。台所いいね、これで書くの早くなるんじゃない。いいぞいいぞいいぞ。プランは、妄想で。おー、なんかおしゃれになった、すげー。冷蔵庫とミニ冷蔵庫ある絶対このミニ冷蔵庫いらんやろ。あ、いいね、よし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 。でも料理しないんでしょ。いや私はしないけど、この子はするかもしんないからね、ね、ね、するよね、ね、私のご飯作ってくれるもんね。漫画描きながら私のご飯作ってくれるもんね。来た来た、みんな正座するんだ、来るぞ、私が優勝する日が来たぞ。今から会場に行きましょう。はい、あるぞ。第6回白星社大賞授賞式が始まりました。うわー、ピュー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 。今回の受賞者はフレックスタリオ、やったすごい、え、わず20歳だよ、ねえ、すごくない？ 20 歳です、すごい、20歳でセーラー服着てます。素敵なトロフィーが贈られます。また次回会いましょう、さよなら。やったー、セーラー服の20歳がついに受賞した、やった、1000万もらった、やった、台所代戻ってきた、やったー、いいねー、順調にもらってるね、トロフィー。見てこれ、18回しか連載してないのになぜか社長に長期連載もらったあれ、もしかして社長って私のこと好きなのかな。ついに大賞受賞しましたね。フレン先生の担当になれたことをとても嬉しく思います。今後も素晴らしい漫画を描いていきましょう。有能な担当、フレン先生おめでとうございます。非常に感動しております。名実ともに看板作家と言えますね。大きな声では言えませんが、もっともっとコミックスの売り上げを伸ばすのであれば、大手タッシに移ることを転倒する良い頃合いかもしれませんね。あのさ、私もそれ思ってたんだよね。ちょっとさ、私ほど売れっ子になっちゃうとさ、やっぱりここはちょっと持て余しちゃうというか、やっぱね、ちょっと次のとこに目移すのが一番いいと思ってるんだよね。うわ、ちょっと話がわかるわ。え、めっちゃもらった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 。待って、個性いくか、よし、個性40欲しい。うわー、ちょいちっちゃいな。魅力も欲しいんだよな。なんか4、よし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 、オッケー、いいね。デッサンもいいから、作業量と個性と魅力上げていきたいね。オッケーオッケー、作業量もうちょい上げたいな。作業量が早ければ早いほどいいことしかないから。オッケー、おー、
金もあるし、ちょっと引っ越したいな。奥のコミック新聞、漫画家のフレンルスタリオさんが AR 賞を受賞したことが一斉に報じられました。まだ漫画家になってから日にちも浅く、この受賞は歴史的快挙かもしれません。いやー20歳だからな、と業界に詳しい専門家は語った。さらにこれからどのような成長を遂げて読者を楽しませてくれるのか、フレンルストレイさんの今後に期待は膨らむ一方だ。今どれぐらいなんだろう、こんなに売れてるテニプリは今どれぐらいなんだろうなあ、連載中のテニスのソウル様が現在白戦車の一押し作品として取り上げてくれているようです。紙面中をテニスの僧侶様で埋め尽くすほど力を入れてくれています。まあやっぱずっと1位だからな、そりゃあまあまああるでしょうよ。まあまあまあ毎回表紙書いてあげてもいいですけどね、私としてはね。よしよしよし、いいぞ、ナイス。ちょっと寝てほしいな、ちょっと寝てほしいな。よしよしよし、寝てもろって普通。うんうん、オッケーオッケー、もう普通に進めてもらって。鼻毎回表紙は死ぬ、でも書くの私じゃなくてこの子だしクズの発想、私が書くわけじゃないし。でもでもオッケー、完成、ナイス。ちょっと知識蓄えとくか。動物園、他力本願寺来た、立ったな、塔が、寺も立ったな。ナイス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 、もう一来い、ライオン、いいね、動物園いいな、動物園のコスパの良さやばい。ちょっと待ってちょっと待って、寝て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 、さすがに寝て、よしよし、オッケー、強制寝るコマンド覚えたから強いぞ。34まで回復してほしいな、無理か、まあ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 、いいね、知識200いくね、アイテム発見、きたー、ナイス、知識めっちゃ、うおー、なんかめちゃくちゃ上がってた、今見た、1で13は、説明の回したから、緩和9台、よし、じゃあ書いてもらって、ちょっと原稿量少ないんじゃないですか、大丈夫ですか、ちょっと他社行っちゃいますけどね、私そんなんだと大丈夫ですか、ちょっと私ちょっと全然どこ行ってもいい売れっ子作家なんで、よしよし、いいですか、別の会社行きますけど私大丈夫ですか、強欲天狗なよし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 、いいね、テニプリ売れたね、153万部、3万部売れてるわ今、一時100千万部、すごいね、一巻で100万部売れたらもう上々でしょ、へーでいいぜ、いいじゃん、いいねいいね、体力も満タンだからいっぱい書いてくれる、てかストーリーとか画力が100余裕でいくようになってきたね、いいねいいね、今どこら辺なんだろう、もうラスト近いのかな、ラスト近いんだったらどうだろう、歌詞考え始めてる頃かな、そろそろ、会いに行くよ Dear Prince 理由はいらないの歌詞を考え始めてる頃かもしれない、フレンがあの最終回のテニプリ最終回の歌詞を考え始めてる頃かもしれないな、いいぞ、よしよしよし、作曲していこうな、ライブにも出ような、作者として、よし、あー知識間に合わなかったな、オッケー、いいね、これさ水槽とかにした方がさ発見度高まるんかな、レベル2だけどなかなかレベル3になんないね、このテレビ、うん、待ってね、修行の個性キャラクターあげるか、オッケー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 、いいね、数値もいい具合に上がってきた、作業スピード上げたいな、ちょっとギリギリなんだよな、ずっと作業スピードが、大丈夫かな、オッケー、お来た、絶妙な回、いいね、これの時は使わなくていいから知識を1にして、
って過酷な労働環境で働いてもらうと。よしよし。で、知識そんないらないからプランもリラックスにしよっか。うんうん、できるだけ早く原稿書き上げることに注力してもらおう。アシスタント欲しい。いや、それな。だからアシスタントをさ、あ、第2巻きちゃー、2巻目、あ、早速売れてない。いや、アシスタント欲しいんだけどさ、多分引っ越さないとアシスタントは雇えないんだよね。引っ越さないといけないんだけど、引っ越しコマンドが出てこなくて引っ越せないっていうどうしたらいいんだろう。2巻売れてんね。名キャラかも。誰が出たんだ、アトベか、アトベなのか。名キャラはアトベか、誰だ、気になる。1巻が面白かったから2巻が売れてる。いや、売れすぎじゃない、やばいんだけど。ちょっと売れちゃったな、見つかっちゃったな、ちょっと私の漫画。いや、ついにか。壁の時からまあちょっと予兆はあったけどさ、ちょっとさ、よしよしよし。6000万あるな。どうしよう、なんか買おうかな。引っ越しに残しときたいんだけどさ、引っ越しが来ないんだよね。これいつになったら引っ越しましょうって来るんだろう。引っ越しまでにお金取っときたくない？結構かかるよね、引っ越し。お金どうしよう、お金取っとくか、とりあえず。行き詰まっとる。なんと、何に。オッケー、ちょっと数値低いけどいいんじゃない。早かったね今回。リズムじゃあ普通にして、他社に行ったら落ちぶれるフラグが見える。いや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 、こちたら売れっ子ですから、そんな落ちぶれるとかないんで。わらわら、落ちぶれるって何ですか、聞いたことない単語です。私の辞書にありませんね。あ、200きた、200万、きた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 、日吉の演舞テニス、すごいです。両者一歩も譲らないです。お互い大技出しまくりだな。行け越前くん。よし、じゃあ最後だし、15話、15、16、17、あと4話か。どうしようかな。発作か発作って言うな。躍動的な回、つなぎの回、激しい回、どうしようかな。最後絶妙で締めれる、締めれるんだったらそれでいいな。15、16、17、あ、締めれそうだね。上限上げたさもあるっちゃあるんだよね。激しい回の次に何が来るかもちょっと気になるっちゃ気になるけど、一回全部突っ込んでみるか。新しいコンボになるよ。本当？躍動、つなぎ、激しいでいってみるか。じゃあ、よし、躍動で。知識がちょっとあれだけどやってみよっか、せっかくだし。Okay. ちょっと頑張って書いてもらって、過酷にして3日、いいね。プランはどうしようかな。知識でも、知識欲しいな、妄想しようか。 OKOK。 いやー、やばいね、来てんね、テニプレ売れてんね、うい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 、うい売れてんね、いいね。下見たけどめっちゃ売れてない？ 200！ いいね、200万売れてる、ナイスナイス、頑張って頑張って。ここで旗振っとくわ。フレ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 ン、ヒロイン登場遅いよ。さくのちゃん出たのかな、またさくのちゃんが出たのかな。よし、いいぞ。あんちゃんかな、それとも。
しよしよしよし、取り合いかな、あんちゃんの。いいね、11、10、ちょっと体力怖いから、そろそろ寝て、あぶね、よし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 、体力回復しないな、ちょっと寝て、あぶね。冷静さんのテニスのソロさんもイラスト集を発売しませんか、ご協力いただけますよね。報酬1000万だった、ウケるだろ、いい加減にしろ。よし、ありがとうございます。いいね、ちょっと待って、体調ちょっと、ね、寝てほしい、マジでやばい、体力8倍やばい、マジで寝てほしい、はい、危ねえ危ねえ、ゆっくりにしとこうか、普通にして寝てもらって、よし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 、オッケーオッケーオッケー、危ねえ、殺すとこだった、フレンのこと、オッケー、100余裕で超えるね、やっぱ個性とキャラクターがちょっと弱いだ、ちょい弱だね、あ、いいね、あ、いいね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 、ちょっと待って、修行、作業量早くしたいいな、作業量上げようかな、うん、50乗せよ、おお、きちゃーナイス、これは熱い、9800万あるぞフレン、何でも買えるぞ、俺ら億万長者だフレン、今後も一緒にやっていこうな、二人で知識蓄えとくか、せっかくだし、じゃあゲーム会社行ってみる、お、23、めっちゃもらえるじゃん、ゲームに感動した、16、え、めっちゃもらえるやば、ゲーム会社やばい、ちょ、寝て、よしよし、いいよ、1、いやもう敗北を知りたいな、マジで、つなぎの回、オッケー、じゃあつなぎの回を書いて、お、クイズの他の作品にしたんですね、いや壁の時はつなぎで終わっちゃったからな、ちょっとつなぎで終わらないようにラスター激しい回でちゃんと終わらそう、過酷にして、よしよし、おまけのページを、おい、次から次へと、いやーやっぱ看板だからな、ちょっと顔だから、白戦車の漫画の顔だからな、テニプリやるか、しゃあないな、よしよし、3日ね、オッケー、おまけページ、知識20、まあまあまあいいでしょう、やろやろ、顔がニマニマしとるいつもしとるわ、オッケー、いいね、顔にまにましとらんときないからな、オッケー、いいね、売上アップしそう、マジもうまだ300万売れちゃうのか、これいいぞ、確かに漫画でね、おまけページあるって聞いたら見たくなるよね、ヒロアカとかもさ、なんかさ、なんだっけ、回、和と和の間にさ、なんかキャラの私服とかさ載せてくれてたりするじゃんか、あれ見るのめっちゃ好きなんだよね、もうやばい、何万、これ1億持ってる今、もしかしてフレン1億か、これいいね、わかるね、わかるよね、ヒロアカのおまけの私服見れるの好きなんだよね私、あれ、個性は、あー、ナイスナイス、焦った、オッケー、寝なさい、あなた寝なさい、よしよし、で知識をちょっと養いたいので、ゆったり寝てもらって、もう一回寝てもらって、で起きて、寝すぎ、起きて、しっかりして、普通にして、どうしようかな、ゲーム会社もう一回行くか、 OK?さあ起きて、デトロイトやんけ、よいしょ、新作をちらっと見た、マジでゲーム会社うまいな、やばい、上がり幅半端ないんだけど、すごいな、いやでも逆に言うとこれぐらいやっとかないと今後きついってことか、
あ、よし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 、いいね。で、激しい回、これで最大投入して、よし行くぞ、激しい回。体力ないな、大丈夫かな。プランはリラックスで行こっか、怖いしな。うん、オッケー、一回寝てもらって、よっしゃー、いいね、いい感じいい感じ、だいぶやり方も分かってきた。300万きたー、やったー、リラックスして、いいよ、よっしゃよっしゃ、いいねいいねいいね、体力大事、いいぞいいぞいいぞ、書いて書いて、300万だってすごくない。でも本物は2000万部売り上げてるから私も2000万売り上げなきゃいけない。あ、来た、売れっ子から人気漫画作家、いやー来たか、とうとうここまで、今までありがとう、みんな人気になっちゃった、私ごめん、ちょっとみんなともこれからあんまり近しい感じで話せなくなっちゃうかもしれないけど、フレンが遠くに行っちゃったって思わないで、これからも応援してね。ちょっと私人気の売れっ子漫画家になっちゃったけど、へへなっちたんちゃ、なっちまったけどさ。え、主演者来た、マジ、いや今なんか最終者これか、少年ステップ、少年少女など広い層にも大人気、メディアミックスにも強い、業界最大って、最大手、最大手、週刊マジック、これどこだ、中高生ややのやな高めの年代に人気、テレビドラマのリアルな作品傾向、え、ここ行こうよ、次早いかな、小学館からやった方がいいかな、まだ早いかな、週刊マジックから行った方がいいんかな、あ、やばい、寝て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 、あぶねえ、マガジンか、待って寝てなくない、ちょ、もうもっと休んで、よしよし、マガジン実写買おうよな、あ、そうなんだ、へえ。大宝を捨てるのか、うん、全然捨てる大宝くん今までありがとう、お世話になりました。じゃあ遊園地行ってみる、17、どうだ、遊園地うまっ、うまっ、うまっ、やった、ちょっと待って、寝てほしい寝てほしい寝てほしい、ラストを書く体力がない、これアイテム発見してる、ナイス、ゆったり寝て、アイテムやばい、325、いいぞ、ちょ、もっと寝て、早く起きすぎ、もう一日中寝てなさい、土日、私の土日の過ごし方のように寝なさいよし、ハーモニーの回、次週で最大連載回数の18話になります、いい原稿を期待していますよ、見てー、すごい、2111111111111、すげー、いや全投入しとっか、次見たいしね、あ、いやでもこれはサボっていい回か、そっかそっか、じゃあ一回サボっちゃおうか、ハモニーハモニーハモニーの回、ハモニーの回いきます、ラスト、よし、おはようおはようおはよう、書きな書きな、早く急いです、ラストよラストラスト、ハーモニーの回だよ、ハーモニーの回、妄想するリラックス、妄想いらんな、相談しとっか、よし急いで急いで、じゃもうハーモニーの回で終わるから、やっぱラスト歌うからさ
ハーモニーの回で完璧じゃない？ラスト歌うからさ、歌詞入るからハーモニーの回で完璧じゃん。愛に行くよ、理由はいらない。いや、いいな、いい締めだ、いいハーモニーの回だ。頑張って頑張って、ラスト歌詞も考えてね、ちゃんとみんなで歌わなきゃいけないから。よし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 、いいね。13、12、一桁になったら寝かす。よし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 、寝なさい寝なさい、いっぱい寝るのよ。よし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 、書いて書いて、お、終わった。おー、まあ最終巻にしてはあれだけど、まあまあいいんじゃない。2巻365万売れてる。寝て、とにかく寝て、お願いだから頑張らないでほしい。よしよし、やったー、連載2個目書き切ったぞ。怪我も病気もなく、よく頑張った。よし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 、頑張ったな。いいね。これでどうしようかな。多分次の持ち込みの場所を変えた方がいいと思うんだよね。お、アイテム来た。よしよし、次さ、持ち込む場所変えてみよっか。せっかくだし、この連載が終わったら新しい漫画1個作ってみて、持ち込む場所変えてみよっか。いや、マガジン行ってみたいね。最大連載回数までお疲れ様でした。ありがとうございます。お世話になりました。今までテニスの僧侶様はその後49万2962冊の増刷が行われ、すごい435万3475冊を記録しました。すごい、めっちゃ売れてる。次回連載もうちでよろしくお願いします。はいはい、任せてくださいよ。はい、失礼します。いや、ま、任せてくださいよ。怪盗魔王スナイパーってこうなんだ。トリック、恋愛、侍、医者。医者いいじゃん、医者いいな。ブラックジャックブラックジャック書くか。魔法使い、お金持ち、セクシー、動物、おもちゃ、ドラゴン、天下一、サラリーマン、競馬、釣り、野球。野球いいね。大振りとか書く。あ、サッカーある、いなり書くか。あ、スポーツもあるんだ。漫画家、不良、不良、アイドル、レース、消防士。こっち狙いたいね。狙うなら医者いいけどな。でも恋愛、恋愛か。え、マガジンって何が人気、何系。ドラマになりやすい、実写になりやすいんだったらやっぱ恋愛系かな。舞台何があったっけ、恋愛漫画。マガジンは恋愛良さそうだよね。マガジンは不良の印象、不良か、これか。でもな、チューのがいいな、もらうならチューにするわ。恋愛、チュープラスプラスだから恋愛とどこか。医者か恋愛、医者か恋愛、医者か恋愛、医者か、医者かな、医者恋愛、恋愛行こうか、恋愛行くか、恋愛行こう。よし、ナイス。んで、引っ越しできないのかな。引っ越して行動だよね。え、こんな引っ越しできないの。あれ、いつ引っ越しできるんだ。引っ越させてほしいな、そろそろ。次の連載持ち込むまでに、とりあえず新しく書こっか、漫画。劇画漫画、絵から荒々しくリアルに表現して独特な魅力の漫画、ジョジョだー。ジョジョじゃんこれ。おい、ジョジョ連載してーよ、ジョジョ連載してーよ。待って、舞台さ増やそう、買い物で。
4500万高っ。まあでもいっか。ジョジョってもう宇宙じゃない？どうだ？戦場、戦場？戦場じゃない？え、どうこれ？戦場じゃない？仮想空間、仮想空間ではないよな。考えるのやめたじゃん。え、戦場行くか。地球かも。地球か。地球か。まあ、確かにな。地球かも。日本でいきなり4部。うわ、ありだな。4部行くか、日本で。うわ、あり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 。日本行くか。劇画漫画の格闘の日本よくないこれ。15日作業15日長くない？まだ早いか、私が手を出すにはまだ早いか。ちょっとまだ早いっぽいな。多分これね、右のね、あの中プラスプラスとかこれが高い分ね、ちょっと多分日数がかかるんだよな。そうだよね、多分これ中プラスプラスが高いんだな。なるほどね。じゃあ恋愛、トイレの恋愛は12日どっちにしろ高いか。そうか。トイレのお化けは？感動。トイレのお化けの感動漫画売れなそうあんまり花子さんと恋愛する漫画。花子さんと恋愛するけど、でも花子さんはもう死んでるみたいな感動漫画。劇画タッチの花子さんおもろすぎやろ確かに会ったとしても読み切りっぽい。確かにね。持ち込むだけ持ち込んでみるか。作ってみてやってみるか。花じゃなくしたいな。何子さんにしようかな。ちょっとタイトルじゃあ皆さんに考えてもらおうかな。ちょっと水飲んでいい？水飲んでる間にちょっとお願いします。タイトル行きます。 3,2,1 ほい。うわ、いいな。あ、いい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 い、めっちゃいい。感動漫画っぽいタイトル。マチコさん、うわ、待ち続けてんだトイレで彼のこと。え、めっちゃいいじゃん。いいじゃんこれ、よくない？いいじゃんいいじゃん。知識どうしようかな。50とかにとっか。いや、ぶっぱする。ぶっぱするほどかな。どうだろう。いや、ぶっぱするか。行ってみるか。うん、よし、100になった。いいね。最大で上げとくだけ上げとこう。で、これ別にリズム普通でいっか。特に書き上げる時間欲しいとかじゃないし、急ぎじゃないし、いいね。よし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 。何もトイレで待ったんでも多分トイレでなくなったんよ。トイレでなくなって、で、あ、やった就業を。ここ上げれないか。速度上げちゃおうかな。よしよし、60乗せて魅力と個性上げていこうかな。次、オッケーオッケー、いいんじゃない。寝てもらって、意外と普通でやると体力残るんだね。これまだストックあったよね、私確か。
お、なかなかいい組み合わせ。マジか。マジで。そうなんだ。トイレとお化けって組み合わせいいんだ。まあ確かにな、お化けとトイレはまあ組み合わせ良さそうだけど、お化けと学校もいいんじゃない。じゃあ、あ、でもそれヌーベだ。ヌーベで使ったか。泣ける。ほらやっぱ感動もの書いてるから泣けてきたよ、まちこさん。いいんじゃない。ストックへストックして、もう一個書こうか。どうする、何書く。もう一個ぐらい書いて何個か持ち込みたいよね。黒バス行くか。恋愛ね、ちょっとね多分長くなるんだよね、書くのが。コスパがちょっと、作画のコスパが良くないかも。スパイ教室、スラダン行く。スラダンさ、スタジアムなんかな。日本か。日本だとでもね、めっちゃさコストが高いんだよな。15日とかになっちゃうから日本使えないんだよな。うわー、もっと低いの取ればよかったな。舞台、スパイ団体、暗殺教室。やべ、暗殺教室使っちゃったよ。暗殺教室もう作っちゃったよ前。日本ボリューム高いね。もう一個さ、舞台撮ってみて。あれ、あ、舞台がなくなっちゃった。あ、もう買えないの。あ、足しに来てくれるまで買えないのか、あのおじさんが。なるほどな。黒バス行ってみるか。バスケのスタジアムかな。トイレ、トイレは違うな。スタジアムかな。スタジアムでいっか。スタジアムではないけどな。アパート、教室、トイレ、日本がいいんだけど無理だからな。会社でバスケやろうぜ。何のバスケそれ。スタジアムで行くか。テニプリもスタジアムだったしね。だったよね確か。違ったっけ。よし、じゃあ100はもうさすがにぶっぱすんのもったいないから50ぐらいで行ってみるか。60、70で行ってみようか。200ちょっきり残そう。よし、社畜のバスケ。うわ、社畜のバスケにする。会社にして。スタジアムのが人気中なんだよな。レベル上げたからか。会社行くか。じゃあバスケット会社組み合わせ悪そうだけどな、大丈夫かな。社畜のバスケ、社畜、あんまり、あ、社畜って出ないんだ。そっか、組み合わせが、しゃ、ちく、きちく出てるかな。社畜の、あのね、のね、社畜のね、バースケ、これでいきますか。あんま売れなそうだけど、まあまあ試しに。ストックがあることはいいことだ。やりましょう。でこれ書き終わったらストック貯めまくって、よしよし、修行が足りないか。修行もっと欲しいな。お金あるし、お買い物してもいいけどな。あ、舞台帰ってきた。漫画講義室購入、なんだこれ。作業料プラス10だと4500万、高いよ高いよ。舞台のが大事な気がするけどな。4500、同じ4500なんだよな。
キャイヨー、最近台所買ったし今はいっか、舞台ちょっと見るわ。もっこ、ここら辺だとちょっと買っても異世界とか欲しいんだけど、でも書くのに15日とかかかるからな。異世界欲しいな。まあ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 、でも書くのに時間かかっちゃうから低プラスまでで欲しいな。低プラスプラスで欲しいな。地球とか買っとく。家、大自然、江戸、地球とか使えそうけどな。幕末、古代、人とか書くか。医者買ってさ、明治とかにして人書くか、江戸とかにして。家、都会、大自然、四畳半、神話体系、何それ。江戸とか買っとく。歴史物書く、ありくない。江戸買ってテーマ3000。うわ、お金ないな、やめとこう。ちょっとさすがに怖くなってきた。これで医者さえ変えれば陣が変えるんよな。ちょっと広めに。お、中高ダンス層向き、いいね。あ、ためよ。四畳半マジで名作だから見て。四畳半物語みたいなやつ見たこと、表紙だけ見たことあるな。これ1個さ、これ書き終わったら持ち込みたいね。どっちか、今書いた2つのどっちかを。うんうん、陣だと幕末。あ、そうなんだ。江戸転生、あ、セイントお兄さん読んだことある、面白かった。うん、そんな BGM。 テレレ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 。まあそりゃそうよな、会社とバスケットってどういうことって感じやもん。でもね、そういう個性が大事だと思うんですよね、私漫画には。社畜がバスケット、どんなの、全然体力なさそう、面白そうみたいな、そういうのを求めてるんよ視聴者は。ねえみんな、ダメ元で持ち込むか、これここにダメ元で行ったれ行ったれ行ったれ、いける、片手でホイッとそろ、ほら読めやほらこれだろみたいのはよ。こんにちは、漫画の申し込みだね、どれどれ。なるほど、ちょっとこれ社畜がバスケすんのおもろいだろ、才能あると思いますので。おい、人気漫画家だぞ私は。バツ、何も分かってないね。ねえフレン、ね、何も分かってないよねあの人。あ、反面教師とか持ち込んでないじゃん。持ち込んでみるか。サタデーあたりから持ち込んでみる。ちょっと持ち込んでみるか、サタデー。ほら受け取りな。この差し出し方めっちゃ好き。なるほど、むむむ、はい、これはいい原稿ですね。やっぱりこれなら新人賞でもいい勝負になるので、なるでしょう。次の新人賞に回しますね。あ、画力が20もある、いいね。厳しいなって言われてる。ダメかな、無理か。ストックいっぱいあるしガンガン持ち込んでみるか、とりあえず。お、来た。この度はコミックサタデーに投稿ありがとうございます。今回の選考ではフレン先生の作品が最終候補賞を受賞しました。あんまりだな。あ、でも200万もらえた、あざます、あざざます。これから読み切りの依頼なので伺いますよ。どんどん漫画を書いてストックしておいてくださいね。読み切りをたまに依頼するかも。あ、ガンガンいろんなとこに出してった方がいいんだな、書いて。そうした方が多分、お前んちとまちこさんもどっか出すか。じゃあお前んち持ち込むか。ここは厳しいかな。ここにもっこ持ち込んでみようかな。
一旦サタデーから攻略する形に取った方がいい気がしてきたな。こうなるとサタデーじゃないわ、小学館だ。あ、サタデーだ、合ってるだ、合ってるわ。マチコさん持ってってみる？どうしよう、ストック作っといてさ、このまま読み切りで声かけられるの待つ？遅いか、それじゃあもう一個くらい作っとく。いや、お前んち持ち込むのありだと思うけどな。どう思う？お前んち持ち込んでみていい？お前んち持ち込んでみていい？ちょっとやってみたいだけなんだけど、小学館に合いそうじゃない？お前んちめっちゃ合うと思うんだけどな。お前んちめっちゃ合うと思います。ほら読めありがたみを持って読めよ。1ページ1ページ感謝の涙を流しながら読むんだぞ。お、あー、これでもやっぱまあまあなんだな。そうか、あんまりだね。あー、対象とかは取れないんだな。なるほど、まだまだだな。うん、ここですごいうまくいっただけで、まださ、この次はここ攻めていくか。小学館のコミックサタデー、ここをまた私の ここみたいにね、この、白戦車みたいに私の城にしてから、またここも私の城にして、そうしたら次ここ行こう、週刊マジック。うん、ここをちょっと攻略していこう。次はサタデーを、私に土下座させてでも漫画を描かせなきゃいけないような会社にさせよう。ちょっと待ってね。これで4。そう、もう私なしじゃいられなくしてから次の会社に移るから。私はいいね、いいね、よしよし、もっと底上げしていかなきゃね。発想がやばいなんでやどうしようかな。江戸取ったし江戸行くか。江戸の料理人、これどう？江戸の料理人、あんまり。高校生、お化け、家族、江戸の格闘、いや江戸の料理人よくない？おもろそうじゃないありくない？これの何漫画だろう、劇画漫画にする。初めての料理人、料理ドキュメンタリー、いや劇画。信長のシェフってなんだ、初めて聞いた。へえ、あ、そういう漫画あるんだ。へえ、じゃあちょっとそれをもじったタイトルをみんなに考えていただこうかなと思います。よし、お願いいたします。少々お待ちください、水を飲みます。よいしょ。タイムスリップ系がいいよね、やっぱり。でも江戸とか行くんだったらね。あ、ごめん、マイク殴っちゃった。大丈夫、行きます。3、2、1。はい、あれ、これ読み方合ってるよね。豊臣のシェフ、いいじゃん。豊臣がちょっと私何した人かあんま知らないけど、これで。富は富、あ、でもね、私がさっきやったやつこの富になってたからこっちかなと思っちゃったんだけど、どうする、これでいく。なんか字面でもこっち富があって良さそうだけどねこれでいっか。よし、劇画がいいかな。バトル、感動、ミステリー、初めて劇画やってみるか、せっかくだし。うんうん、知識どうしようかな。70、70、
豊富豊富とも読むし豊臣とも呼ぶ。これでいこうこれでいこう。決定決定。あ、8日間か。8日間ならまあ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 、OK、やってみるか。で、できるだけ早めに終わらせてもらって、知識取りに行きたいな。もうちょっとなくなりそう。よしよし、ちょっと知識が欲しいな。でもお金もな、連載終わった途端お金がちょっと難しくなってきたな。やっぱ連載取らないとお金が定期的に入ってこないからきついね。なくなる一方だお金が。引っ越しもできないし。アシスタントさんいたらな、もっと日数かかるやつやりたいんだけどな。中ぐらいのやつとか。引っ越したいな早めに。あ、小学館来た。実はですね、読み切りの依頼をしていた先生が急病で倒れてしまいまして、紙面に穴が開いてしまいそうなんです。そこで先生にぜひ読み切りを書いて。よし来た。締め切りは少し早くて4日後です。いかがでしょうか。受けら受けたら。よし来た。4日、これは間に合わないか。4日間に合わないか。4日か、間に合わんか。無理かな。間に合わなかったらストックのやつ出すわ。ギリまでやってみよう。頑張れ頑張れ頑張れ、これ出したい。頑張れ。これ一番時間かかって書いてるから、これが一番面白いと思うんだよな。今読み切りで出すんだったら頑張ってくれ、頼む。あと2日、いけるか、間に合うか。間に合いそう。頑張れ、ギリ間に合う。早く来て早く来て、いいぞ。いけるか、間に合うか。間に合いそう。お、なあ、あんまおもろくなさそう。あんまおもろくなさそう。どうしようかな、どれ出そうかな。ちょっと一回寝てほしい、とにかく。あんまりおもろくなさそうやな。どうしようかな。75845144。何があったっけ、あとまちこさんか。9379853593798538。あ、まちこさんの方がおもろくない。まちこさんで行ってみるか。社畜強いなこれ。組み合わせが悪かっただけでだいぶ良かったんだな。まちこさんのが浮き良さそうだね。確かにまちこさんにしよっか、出すの。こんにちは、まちこさん。ちょっと出します。これお願いします。はい、オッケー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 。寝たね、いいね。これさ、組み合わせさ、連載のものだったらさ、あんまりこう時間かからないやつにしなきゃいけないから、普通にして、ちょっとさ、あれしに行こう、取材。遊園地高いからゲーム会社行こうかな。お金ないよ、ゲーム会社高すぎたかな。あ、いいね、もう一回来い。あー、ダメか。あ、いいねいいねいいね、十分十分。オッケーいいぞ、寝てください。アシスタント欲しいね、アシスタント欲しいね。書く気はあるんだけどな、アシスタントがいないんだよな。引っ越させてくんないからな。そろそろ何くんだっけ、いつもアシスタントみたいについてきてくれてる、おじちゃんに引っ越しの依頼をしてもらわないと。以前は読み切り原稿を書いてただけお世話になりました。無事今週号に掲載できて人気も上々ですよ。きたー、また頼むことがあると思うのでよろしくお願いします。あと、これが原稿料です。連載はまあまあ面白かったです。あー、まあまあなんだ。結構
あ、来た。結構むずいね。ハードルが急に高くなったな。もっとあれ上げなきゃいけないんだ多分。何パラメータ上げなきゃいけないんだろうね。コンピューターオタク、オタク秘書、モンスター、レース、アイドル、漫画家、不良、不良とっとく。不良使いそうじゃない。秘書、モンスター、モンスター、ポケモンかっか。オタコイいいね。恋愛疲れようになったらオタコイとか書きたいな。恋愛がちょっと高すぎて使えないんだよな、時間かかるから。週あたり取るのやめとこっか、聞く時間かかるからね。手から取っとこう。不良行こっか。不良使いやすくない？オタクもいいな。今日から俺は突っ張ることが男のじゃん。いいね。不良行っとくか。不良たくさん歩くない漫画。不良なら割と。お、関係が定まる。いいね。もう私なしでは生きていけないぐらい小学館を虜にしなきゃいけない。よしよしよし。いいぞ。個性。あげます。一気に10上がってほしいな、どっかで。んー、キャラクター。来い !10! おー、来たー！ボーナス！ナイス！いいね。知識200あるし。漫画、もう一回書くか。どうしようかな。なんか持ち込みしてさ、あんまり微妙でしたみたいな感じで終わるの悲しいんだよな。せっかく一個一個頑張って書いてるのにってなっちゃうんだよな。よいしょ。一軒家から引っ越しなくて増築しないとダメらしい。増築？どこにあるそれ。コミックオウタから編集部のものです。社内会議くーやるかー、どうしようかな。いやでもなー、うわ325は上がってる。お金受けるか、稼ぎたいしな。受けよう。締め切り7日ごと。うんうん、受けとこうか。何書こうかな。どうしようかな、何書こう。高校お化け、恋愛スパイ、不良、テニス、バスケ。恋愛は高いからな。スパイ、不良行くか。不良、不良を取っときたいけど、不良どれも高いな。あ、無理か、これいけるね。不良はやっぱ教室だよな。買い物に増築が出るらしい。あー、じゃあまだだね。どっちにしろまあ今はできないってことだね。劇がいいじゃん。でも不良に劇がめっちゃ合ってるよな。うんうん、組み合わせは良さそう。アパート、スタジアム、会社、女から江戸トイレ。いや教室だな、これでいこう。うん、6日間か。大丈夫かな。 GTO ってこと？そういうことよ、そういうこと。100は突っ込みすぎかな。一旦50ぐらいで書くか。うん、よし。じゃあタイトルお願いします。あ、極戦でもいいね。お前らのやつでしょ。お前ら、
黒線か GTO かな。タイトルお願いいたします。ちょっと似てるマジ。いきます。3、2、1。ほい。そのままなんだよな。 PTA フローの漫画で PTA はやばいだろ。真逆やんPTA やばくない？不良の漫画のタイトルで PTA すごくない？ほこたてやん。よし、まあゆっくり6日間かけて書くか。オッケーオッケー。喧嘩売ってる、間違いないいいぞいいぞ、ゆっくり仕上げをしてもらって。オッケーオッケー。6日だからね。で、知識を今のうちに。6日間で書けたら多分半日余るは、半日じゃないわ、あと6日か、あと6日余るから。あ、間違えた。個性上げるつもりだったのに、ごめん、キャラクター上げちゃった。うんうん、6日間余ったら知識めっちゃ蓄えに行くか。よしよし、書いてもろて。意外とやれるな。ちょっと過酷にしてみようかな。2日で終わんの？早っ。意外と体力あるの？敵が校長だったらおもろい確かに。元不良の親父が PTA で大暴れする、かっこいいじゃん。傑作の組み合わせ、きちゃーここで切ってよかったのかな、白戦車で切ってよかったのかな。傑作の組み合わせでも、まあ2とか書けばいいか。最悪2とか書こう。白戦車で連載していたあの漫画の続編がなんと小学館でみたいな、そういう展開にせよ。よし、いいんじゃない、キャラクター強いし。 OK、 ストックしといて。いいね。んで、一回寝てもらって似た者で書くの草つる、それでつる。もう一回寝てもらって、あ、待って、寝る前に書斎って、あ、20減るんか、怖いな。もうちょい回復してもらって、オッケー、これで、どうしようかな。動物園、ゲーム会社、ゲーム会社が一番いい気がする。お金ないな。できるだけ知識を蓄えておきたい。ナイスナイス。いいよ。もう一回、もう一回、もう一回。よしよしよし。ナイス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 。ラスト19。オッケー。いいね。で、休んでもらって、あとはもうこの注目で知識を稼いでもらおうかな。お金がね、もうちょっと貯めておきたいので、なんとか節約しながら知識を蓄えていきたい。締め切りいつかあるな。もう一回知識。あ、何？どうした？原稿の進みはいかがですか？オッケーオッケー。オッケー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 。あれ、ちょっとそんな指図しちゃっていいんですかね？全然別でこれ出してもいいんですけどね、うちとしては。はい。いいですけども、全然。よいしょ。もう一回言っとくか。知識蓄えに。遊園地行くか。こうしてお金を秒で消化していくフレンイルスタリオ。後先を見ず金を消費し、その先に見えるのは何であろうか。乞うご期待。いいね、回転木馬マジ高い。13。 OK、 ナイス。寝てもろて。まあ、こっからね、300万ごと入ってくるから、原稿料がさなんとかなるなる。よいしょ、寝てもらって。カンムルス更新された。
何が更新された？ん？なんか増えた？あ、デジカメ増えてる。プリンター高っ。プリンターでも欲しいな。でもそう遠くはないんだよな。7000万とかは売れてるし、うん、もうちょい売り上げれるようになったらそう遠くはない気がする。てかこんなにさ白戦車と仲良くてさ、白戦車でさこんなに連載させてくれるんだったらさ、もうずっと白戦車で出してやってってもいいと思うけどな。どうなんだろう。でも他社に行った方がやっぱり単行本とかの売り上げが高いのかな、分からんけど。そこらへん、うんうん、お、来た。じゃあ出してみるか。これ PTA、 うん、いいんじゃない、出してみよう。 PTA お願いします。で次週を書く PTA、 これはじゃあ狙っていくか。ここ伏線と、最初はプロローグとかでいいのかな。プロローグでいっか。プロローグでやっていくか。プロローグ前回が1話だからいっか。伏線で、うん、326万うめえ。普通リズムで6日、ちょっと遅い。ギリだなマジで。今回原稿やばいな。体力ちゃんと測っていかないとやばいかも。今回マジギリかもしれん。原稿が6はやばいな。プランは一つのやつ。あとそういうこと、あ、どういうこと。 OK、 あ、リラックスでもよかったかも。やらかした。知識いらんな。やばい、リラックスがよかったかもしれない。大丈夫かな、間に合うかなこれ。だいぶハードスケジュールじゃない。あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫そう。あ、間に合うかこれ。不安になってきた。大丈夫かな。しばらくリラックスにしよっか。知識いらんもんな。333もあるぞ、すごいな。あ、何、フレン先生21歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そんな真顔で祝われても、もっと笑顔で祝われるもんなんじゃないの、こういうのって。パーン、おめでとうみたいな感じじゃないの。こんなこんな顔で言われて、しかもそれだけ。それだけ。真顔で。もっとなんかクラッカーとか鳴らしてよ。なんでそんな冷めてんの。なんやあれ。皆さんは毎週のプランをどのように練っていますか？知識を得たいときは妄想スローを選び、体力を回復したいときはリラックスをスローを選んでいるよ。まあ僕くらいになるともっとすごいプラン僕くらいになるとまあ私くらいになるともっとすごいプランをたくさん持っているけどね、と語ってくれたのは業界でも名の知れた存在の漫画家さん。かっこ名前を取材し忘れてしまいました。一番大事なとこ聞いとけちゃんと。なんで言ったんや取材に。プランを駆使して1週間の連載を充実したものにしていくのが最近のトレンドのようです。プランには最初に入れ損なった知識を後から追加するものなど様々な種類のものがあるようです。知ってます。なんだこいつ誰だ。僕ぐらいにもなるとって言う人誰だ、誰だろうな。まあ俺ぐらいともなってくるとみたいなタイプの人間か。誰だろう。あ、3位か。まあ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 、いいんじゃない、いいんじゃない。順番にやってこ。絶妙な回で上げてこ。あ、危ねえ。大丈夫かな体力。間に合うかな。あと3日。まあ間に合いそうだけど、死にそう。あ、死ぬかも。寝なさい。ちょっとゆっくりにしよっか。まもなく終わりそう。オッケー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 。よし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 。いいね。オッケー、終わりそう終わりそう。ナイス。個性がないな。個性。伸ばしたいな、ちょっとあまりに個性がなさすぎるな。あ、待って、リズムが過酷になってる。よいしょ、もう一回寝て。ちょっと休ませとかないとやばいな、ギリすぎるな。
大丈夫か。34ならまで寝てほしい。オッケーオッケーオッケー。知識は一旦いいから、ちょっと寝かせること重点的に考えようか。今回ギリギリすぎるな、締め切りが。やっぱ白戦車でさ、こうやってちょっとずつ、うわ3位のままか。まあまあまあ、前回何の回にしたっけ、伏線の回にしたっけ。じゃあ今回は説明の回でコンボをつなぐ。よし、お300万、ウハウハやで。よしで書いてもらう。いけるかな、これ連載どうにかなるかな。お、リラックスで。うんうん、リラックスすればまあなんとかなるんじゃないかな。アシスタント欲しいね、マジでアシスタント欲しい。そろそろ増築させてくんないかな。多分このさ、右側のさ空いてる隙間が埋まるんだろうね。このここが埋まるんだろうね、多分増築したら埋まるんだろうと思ってるんだけど、原稿落としたらどうなるんだろう、わかんない。普通に救済になるんじゃない。救済するっていうコマンドあったもんね確か。笑えるなーって言いながら書いてるわ自分の漫画いいね、その自信いいね。よしよし、いいぞ。足してって、この漫画っていうかこのゲームって終わりあるのかな。あ、リラックスする使ったらだいぶ楽だね。リズム変えなくてもなんとかなりそう。いいね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 、スラスラ。わ、え、なんか今回いいぞ、すごい。やっぱストーリーが弱かったの今回。すげえ、なんか120とか言ってる、すごいすごい。よしよし、5年で一区切り、やっぱそうなんだ。今何年目、1年。あ、アイテムナイス。今何年だ。1回は救済になるけど続くと打ち切りになる。あー、そうなんだ。へー、じゃあ連載してるから知識はもういらんし、下手に動かなくてもと思うけど、どうしようかな。まあ、いっか、知識普通にテレビで貯めよっか。やることないな今あまり動きのない絵になってしまうなこれ。よしよし、3位。え、ずっと3位だ、登らないな今回。どっかで1位になりたいけどな。テニプリってすごかったんだな。説明の回からじゃあ緩和球大の回にして、よし、 OK、 いいね。300万、で過酷にして、よし、こいつ先生こいつ全然外出ないな。そうだよ、漫画描かせてるから私が無理やりお前は外に出るな、漫画を描けって言って漫画描かせてるから無理やり、かわいそうでしょふ私の指示で全ての漫画を描かせてるから、この子に。飯とトイレどうしてるんだトイレあるのかな。トイレでもバスあそこにあるくない、上のバス、これ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 トイレじゃないの。でも行ってないなこの子トイレ、そういえば。お風呂入ってんのかな、大丈夫かな。お風呂は入ってほしいな、トイレも行ってほしいし。よしよし、え、過酷にしてよね。あ、意外と間に合うな、リラックス使ったら余裕だな体力。よしよし、毎作ヒット作ってヒット抱ける漫画家なんて高橋留美子ぐらいですね。高橋留美子先生ってすごいよね確かに。あ、来た、いいね。まあ受けてあげなくもないでしょう、いいわよ、受けてあげなくもないわよ、いいことしか書くんじゃないわよよし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 、いいぞ。逆にこのさ白戦車を私の手で育てるっていうのはどう。今70万いるかあるから、70万部だから100万部まで育てあげるっていう、その方が早い気がする。まだか、
設定何？設定何？え？今何出てきた？賞レース状況。え、ね、今何て書いてあった？設定のうんぬんかんぬんって言ってたけど。今何て書いてあった？見てなかった。劇画漫画のレベルが、あー、はい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 、今劇画で書いてるからか。なるほどね。いいねいいね。どんどん上げていってほしいですね。いいね。ナイスナイス。いい朝だって言ってるわ。漫画書き終わったから。よいしょ。よし。きた。絶妙な回。よし。1位きたよ。1位来たよ。これで1位にして、やばい、ちょっとヒット作しか出てないんじゃない。いいぞ、銀行のお金ももらってるし、いいぞいいぞ。わー、漫画売れてほしいね。単行も売れてほしいね。アイテムめっちゃ手に入るやん。いいね。知識が減らん。ナイスナイス。読者が慣れてきた。激画タッチに慣れてきたってこと？これリラックスいるかな？もういっか。過酷でも全然体力余裕なぐらい今来てんね。ナイス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 。PTA ってタイトルの漫画、なんか今流行ってるよって言われても何それってなりそうやけどな。え、知ってる？ PTA。PTA ってなりそうやけどな。PTA、どんな漫画？え、不良の漫画で、みたいな。PTA で不良の漫画みたいな。逆にちょっと面白いかもな、確かに。読んでみようとは思うかもしれない。逆に気になるわ。PTA で不良は。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。99。え、書き上げんの早いね。ナイス。OK。完璧。これで個性上げたいな。一気に上がれ3か。まあ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 、50全部60乗せたいな。よし、寝てもろって。この時間マジでやることないな。ぼーっとしてるだけ。この時間やることなさすぎるな。ちょっとお金も使いたくないし、見てる、テレビ監視してるだけになっちゃう。マジでやることないこの時間。待ち時間めちゃくちゃ暇。趣味がない人やん。このフレンルスタリオを監視するのが趣味だから私。うん、監視してますずっと。あ、来た。あ、1位、いいね。じゃあ、もう一回伏線から回します。これもでもパターン化できていいね。伏線を書いてもらって、あ、よしよし。アートって言ってる。アートってどうした、何があったんや。買い物リスト更新された。増築来い増築来い増築来い。なんか毎回更新しましたって言ってされてる感じがしないんだよな。買ったやつがまたなんか戻ってきてるよってことなんかな。これ更新しましたの意味がよくわかんないんだよな。増築来ないね。いつになったら増築できるんだろう。お金かな、もっとお金稼いだら来るのかな。しますかって。あーっとって聞くと私あれ思い出すんだよね、ベイマックス。全然アートって思ってない。ベイマックスのアートめっちゃ面白くない？アートってやつ。車の上にさ、ベイマックスが乗っててさ、なんか物みたいなのが降ってきた時にアートっていうシーンがあって、あのシーンがめっちゃ好き。全然アートって思ってないやろみたいな。可愛いんだよなベイマックス。え、キャラクターすごい、142だ、やば、すげえ。
これ PTA ってどういう漫画なんだろう。不良でしょ。 GTA みたいな感じだから、お父さん元 PTA の、元 PTA ってなんだ元不良だったお父さんが PTA になって、こう PTA の世界でも牛耳るみたいな。あ、これ作業が過酷になってるだけだからいいのか。そんなで教師と戦う、そう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 、教師と戦う、かっこいい。え、かっこいいでしょ。いいっしょ。これゆったりにしよっか。OK、寝てもろて。まだ寝れる、まだ寝れる。よしよしよし、いいね。ナイスナイス。これで、普通にして OK。 モンペとの戦い、いやそれはある。不良が悪いわけじゃない、社会が悪いんだ名言。あ、1位だ。いいね。1位余裕で取れるようになってきたね。35ぐらいで、よし。で、過酷にやってもらって。この子かわいそうだな。なんか原稿書かされて寝て、原稿書かされて寝て、原稿書かされて寝て、で書き終わったらテレビ見させられてテレビだけずっと注目させられて、かわいそう。ゲームもさせてあげたいな。あ、来たコミックス。どうだどうだ。いや、まあこんなもんだな。テニプリがおかしかったもんな。まずテニプリだって行列みたいになったもんな。もう売ってるかなみたいな感じだったもんね。あ、でもまあまあ全然売れてる、全然売れてる。いいね。別のに注目しない。確かに別の注目してみるか。31万、まあ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 、まあ、全然売れてる方。いいね、売れておりますね。注目変えるか、これにするか。注目、あ、いや水槽、水槽どうだ。あ、リラックスする。え、水槽とゲーム機どっちがいいんだろう。注目すんの、まあいっか、どっちでも。いいね、癒される、おすすめ。あ、不良見てるじゃん、ほら見て、不良読んでるよ、ほらこれ不良くん読んでるよ不良くん読んでるじゃん。 PTA やっぱ不良は感化されるんかな、この漫画に。嬉しいな。全国の不良からお便り待ってます。楽しみだな、感想聞くの。不良くんのワクワク、いいぞ。ゴシゴシ。あ、小説、まあ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 、500万、まあ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 、受けてあげなくもないでしょう。よし、あ、ファン増えた。あ、待って、使用できたりしないかな。あ、間違えた。あ、無理だ。いい感じじゃない。連載今日で2本目なんだけど、すごいな。フレン頑張るな。ゆったりにしてるっけ。ゆったりにしようか。オッケー、毎回締め切りは守るわ、1位は取るわ。なんていい先生なんだ。すげえよフレン、頑張ってんな1位を継続して取り続ける上に、絶対に締め切りにも遅れないという、素晴らしい先生だ。やばいな、ノベル化したらつまんなそう。こら、そんなこと言うな。フレンの漫画面白いんだ、やめろ。 PTA でも、 PTA ってタイトルの小説あんまり読みたいと思わないな確かに言われてみれば。じゃあ緩和球大の回にして、いい、過酷で、よし。いや、これもう放置でいけるな、やばい。なんか永久期間生み出しちゃったあんま良くない永久期間生み出しちゃった。大丈夫かなこれ。よいしょ、ちょ、水飲むわ。よいしょ。なんか漫画を書いて知識を蓄えるだけの永久期間を、すごい怖くない？なんかさ、こういうなんか
どこまで これをさせたら気が狂うかみたいな実験してる気分になってきた。漫画を描かされ続け、漫画を描き終わってもただただ水槽を見つめ続けるだけの生活を送らせたら人間はどうなるのかみたいな。あ、ブームになってる。いいね、ナイス、売れてんね。いつもネットで話題になってんね、フレンの漫画。天才だね、才能しかないね。できてきた、いいぞ。行き詰まった、いいぞ。頑張れ、いけるぞ。数値も高いよね。なんかこん時出る数値は高いんだよね。こん時に出る数値は高いけど、なんか新しく漫画描こうとするとなんかすごい数値低いんだよね。300万受けましょう。よし、受けてあげましょう。仕方ないから、忙しいですけどね私、本当にもう全然そんなことしてる暇ないんですけど、そんな中時間割いてるんで、ちょっといいように書いててください本当に。オッケーオッケー、すごい数値いいな。多分この子もう字がないよね。そんなことないよねフレンね、字があるよね。ほらいい朝だって、ほら字があるよ。ほらほら、あんな楽しそうに水槽見つけて、ほらはしゃいじゃってさ、知識ゲットとか言って、ほら自我しかないよフレン。よかったねフレン、水槽楽しいね見ててねフレンね。ずっと見てていいからね、23時までずっと見てていいから水槽。あ、楽しいね水槽見るの。うわ知識ゲット、嬉しい。もう壊れてるよ。そんなことないよねフレンね。あ、来た、よしいいね。1位ね、ずっと1位だな。そろそろ知識がやばくなってきたからお出かけに行ってもいいのかもしれない。よしよし。俺もフレンに監禁されたい。私別に人監禁したいという気持ちあんまりないからな。監禁したら、監禁か、確かに。いや、うん、監禁か、なんだろう、監禁って何を楽しむんだろう。その子をずっと手元に置いておいてみたいな。あ、不安だからみたいな、浮気されないか不安だから監禁するんかな、ああいうのって。ご飯与えるの忘れそう。それは忘れないだろ。まあでも監禁してもさ、めんどくさいじゃん、ご飯与えなきゃいけないの。別にしなくてもいいかな。だってさ、全部身の回りの人は私がやんなきゃいけないんでしょ。うん、そう考えるとあんまり。1000万、やば、お金戻ってきた、いいね。やべ、白戦車にめちゃくちゃ多大な影響を及ぼしてるの私、すごいな。犬飼えないじゃん。犬はもういるだけで可愛いからいいよ、もう。わかる？犬の可愛さってさ、もうそういうのにもう対価とかいらんから、マジで。犬はいるだけで可愛いからいいの。うん。でも人間ってなると結構めんどくさいじゃん。あ、なんかもらった。原稿の進みが早くなります。へぇー。あー、知識のがいいかもな。ちょっと待って。こっちは？注目。なるほどね。原稿の進みが早くなるのか。なるほど、なるほど。いや、ワンちゃんはもういるだけで可愛いから、もう餌なんか絶対あげるし、もうどう頑張ったって私よりも犬を優先するし、何があったとしても。そこら辺の違いでもね、人間ってなるとやっぱトイレ行かせたりするのも大変じゃん。ワンちゃんはもうさ、うんちしたらこっちがさ拾って流すだけでいいけどさ。苦戦、ワンしか喋らない人間ならどう？じゃあ犬飼うわ。なんで人間にさせたがるんだ。人間にも勝手に行くだろ。いや、監禁だから。手足繋いでるからさ。
手足つないでるから無理なんよな。あ、止まってる。いいね。よっ、わかった、ナイス、いいね。そういう感じ。え、そういう感じじゃないの？監禁って手足縛るんじゃないの？そんなことないの？で、あれでしょ、なんかあまりに逃げようとして、なんか鎖とかちぎって逃げようとしたら足切るんでしょ。知ってるぞ私。足切ってこれでもう逃げられないねってするんでしょ。私は詳しいんだぞ。お、買い物室更新された。まだ増築ないか。増築いつ来るんだマジで。年かな、経った時間とかかな。俺なら縛られてもトイレ行ける。知らんねん。それは知らんねん。あ、監禁ってそういうのじゃないんだ。別に縛ったりはしないの？でもさ、縛っとかないと逃げるんじゃないの？お、子供たち、いいね、ナイス、流行ってんね。逃げちゃうじゃん、でも縛っとかないと。監禁するぐらいなんだったら手足自由にしてるの怖くならない？監禁するほどその人のことが好きなんだったらさ、不安なんじゃないの？そんな手足そのままにしとくの。画力上げよっか。あ、画力じゃなかった、シナリオだ、やらかした、アホー、ストーリーだよ、やらかしたやらかした。書き終わって知識そろそろ欲しいけど体力怖いからどうしようかな。遊園地行くか。で、いっぱい寝よう。お、いいね。あ、いいねいいね、十分十分。で、お、なんか来た。で、ゆったり寝てほしい、寝てほしいな。よし、間に合うかな、体力の回復。やばい、間に合わんかもな。即寝てほしい。こっち来るな、寝ろ。よしよし、間に合うか。あ、まあ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 、ギリ。よしよし、発行88万部売れてんね、結構。道理でお金がなんか多いなと思った。よし、オッケー、体力大丈夫かな、不安。部屋から出ないだけなら家事しとくで。え、でもさ、すごい監禁談義になってるけど、なぜかいつの間にか。よく考えてみてよ、だって手足縛んないで自由にさせといたらさ、インターネットとかだって触れちゃうわけじゃんか。ネットなんか触れたらさ、いつどこにさ、なんか助けてとかさ言われるか分かんないじゃんか。警察にだって連絡できちゃうしさ。あ、やべ、相談しちゃった。間に合うか、やらかした。いけるかな、寝てもらって。あー、でもなんとかなりそう。いけるか。やばそうだったらこれ使うか、筆の速度が上がるやつ。あー、そろそろ寝た方が。オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ。弱み握ろう。なるほどね、寝よ。よし、電話とかネットないんじゃない。どうやって なくすんだ。家にだってパソコン置いとかなきゃいけないし、パスワードとか設定しとけば解かれそうだしな。ネットなしだったら自分も困るもんね。あ、自分と全く別のところに監禁させるってことか。同じ家じゃないってことね。それはいいかもしんないね。よしよし、なんか発見してくんないかな。これ何が手に入るんだろう、このアイテム何が手に入るんだろう。知識取り行くか。あー、でも時間ないな、やめとこ。テルルルリン、テルルリン、テッテッテッテ
ていう台。よし、めちゃくちゃうまいな。原稿料300万、いいね、でかいね。ナイス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 。プランはずっとリラックスにしてるけど、そろそろ妄想でもいいのか。いや妄想は体力使うからな。6か、ダメだな、やめよう、リラックスしよう。え、75万もかかる。意外と金かかるんだなこれ。まあ、いっか、使っちゃおう。妄想の体力が6使うから6がちょっとでかいんだよな。あ、リラックス、リラックスさ、ちょっといくつ上がってるか見ていい？25、6か。6回復でもまあでかいけど、すぐ寝るからな、あんま意味ないのかもな、リラックスって。相談でもいいのかな、編集者と。もっと新しいプラン欲しいね。ちょっとプラン調べるか。買い物で、プラン、プランの導入、ジュースを飲む、背景を書き込む、知識の追加投入、ネームの再構成、流行を調べる、盗作、盗作する。何これ、新キャラの追加、人物を書き込む、速度優先、速度優先いいじゃん。盗作する超気になる。何これ、何がプラスになるん、これマイナスしかなくないか。バレるやろ、しかもやばいでしょこれ。一旦速度優先でやってみようかな。あの、いいもの書けないのかな、速度優先って。ジュースを飲むってなんだ、ジュースを飲むあれかな、休憩かな。ジュースを飲むいい気がしなくもない。他はなんかプラスになる系だから、あんまり。速度優先、ジュース飲むか速度優先か。ジュース回復系な気がするよね、ジュースね。速度優先はなんか速くなる分あんまりプラスになりませんみたいな書き込みがって感じがするから、ジュースにしようかな。よしよし、ジュースなんだろう、気になるな、あとで見よう。書き込んでもらって、盗作する、なんだろう、盗作する、するとどうなるんだろう、めっちゃ気になるな。盗作したらどうなんだろう、やっぱ地位なくなるんかな、漫画家としての。あ、来た、ラジオドラマ、いいよ。よしよし、ファン変動、毎回ラジオドラマにしてもらってんねこれ。すごいな。え、ちょっと100いくやん。あ、一応さっき、ナイス、いいね。まあ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 、もう私がいなきゃね、ちょっと白戦車は、作成者さんは困るでしょうから。もう92万部だぞ、やばい、100いくんじゃないの。あ、てかすごい、画力とキャラクターすごいわ、なんだこれ、今回の回すごいな。ナイスナイス。じゃあリズムをゆったりにして、普通でいくか。あ、やばい、はい、アニメ化してほしい。うわ、アニメ化したいね、アニメ化してほしいな。うわ、いった、1101001100100万10万100万100万部、やったー、売れてんねー。やっぱ白戦車には私が必要ですよね、ね、白戦車さん必要ですよね、私のことね、白戦車さんね、ね、魔王さんね。お、知識ゲット、これ知識取りに行ってもよかったな、遊園地に。まあ、いっか。来た、絶妙な回、絶妙な回、早く終わらせて知識取りに行こっか。よし、300万毎回もらえるのでけー、お金稼いで修行してストーリー上げよう。4、まあ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 、まあ、いいでしょう。音声で白戦車って聞くとやばい、本当？あ、ジュース、たっか、こんなかかると思ってなかった。だったらリラックスでいいじゃん、リラックスの介護とか、介護感じゃんこれ。なんでそんなかかる、ジュースで。めっちゃくちゃプラスになるかな、もしかして。うわー、じゃあリラックスでいいや。
編集者と相談でもいいけど、5時間か。いや、リラックスでいいや。ジュース何も意味なかった。もったいな。速度上げるにすればよかった。速度優先。自販機買ってる間違いない。自販機買ってる可能性ある。あ、バフかかるんかな。それはありそう。バフかかるとし、あー、バフか。なるほどね。本当にギリギリでもう間に合わんみたいな時しか使わないかもな。にしても、にしても750万はちょっと。キャラクター強いね。ずっと100超えてるのはキャラクターだけ。 PTA キャラクターめちゃくちゃ凝ってんのかもしれないね。もしかしたらキャラ人気系かもしれん。漫画的にわからん。腐ったお姉様たちに人気なのかもしれない、もしかしたら。不良同士の恋みたいな。いいぞ、いいね。お、ストーリー、おお、え、すごい。ストーリー以外完璧じゃん。すごい今回。じゃあ、これ行ってみたいけど、高っ。造幣施設高っ。体力22、遊園地、動物園2回しか行ってないな。行っか。鶏を発見。アルパカ。ウサギ。ウサギってなんて鳴くんだ。かわいいな。プープーだって。かわちね。うちゃちゃん。うちゃちゃんかわちね。でもう一回います。待って、15、16、17、18。あー、4回、あと4回か。どうしよう。まあそんな力入れなくてもいいか。普通に伏線からやるか。もう一回、最後緩和球大。回します。伏線説明緩和絶妙。最後躍動とかにして終わるか。 OK、 よし。今さら脇役出してんだけど。嘘じゃん。もう終わるぞ。待って、ゆっくりしてないよね。 OKOK、 いいね。あ、プランはまあリラックスでいいんじゃないかなと思います。思います。体力、あ、あ、設定なしでもいいな。設定なしでいっか今後。お、いいね。売れてんね。なんだかんだめっちゃ売れてない。やばい、なかなか売れてるぞ漫画。いや、カキャ当たるな。フレンすげえや。カキャ当たるよこの人。すごいよ。高橋留美子さんって呼んでいいかな。フレンドスタリアのこと高橋留美子さんって呼んでいいかな。すごっ、カキャ当たる。いいね。それは過言。え、ダメ、怒られる。怒られる。その人首トンできるんか。確かにな、首トンされてる漫画家はもう私ぐらいだから。確かに失礼だったかもしれない。お、いいね、ナイス。知識いこっか。体力回復して、体力が足りません。もう一回寝てください。よし、寝かして遊園地行くか。あ、結構遊園地行ってんなこの子。遊園地とか行ってるから。遊園地、遊園地マイナス。なんで。
力マイナスがやばくない？大丈夫？あー、塩梅だな今回プラスが。あ、いいね、そんな激当たりあるんだ。ナイス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 。で、帰ってすぐ寝てほしい。よしよしよし、待って、寝て寝て寝て、お願いお願い、寝て。よしよし、キャラクター賞そんな当たるんだ、すごいな。大当たりだったな今。やばい、体力がない。15話の、説明の回がやばいな。ちょっとやばくない？ちょっと一回寝といた方がよくない？一旦 寝ない？知識もう蓄えさせないからさ、一回寝よう。よしよし、プランはリラックスにしようか。ちょっとやばそう。よし、ファンレター注目で体力回復。マジ？これは？この注目は何がもらえるの？お、いいね、リラックス。あ、ジュースやってみてもよかったかも。確かに全然忘れてた、ジュースのことただ金がかかるという意識しかなかった、ジュース。ちょっとやってみたいな、次。忘れてた。絶叫は胃がうってなる。絶叫大好きだけどな、もう遊園地といえば絶叫みたいなとこあるけど。いいね、めっちゃ売れてない漫画、200ぐらいいきそう。いいね、売れるね。だいたい漫画ってさ、どれくらい売れたら売れた想定なの？そのゲームの時みたいにさ。お、私は個人的にファンでして、ぜひとも連載中の PTA のグッズを作りたいんです。グッズ初じゃない？なんでテディプリの時にグッズ作ってくれなかったんだ。すごい、絶対関係ないロボットやんこれ。え、 PTA ってロボット出てくんの？不良漫画やぞ。2400万、マジか。お願いします。アクキーとかできるんかな。やっぱキャラクターゲーだから、キャラクターだからか。やっぱキャラクター人気なんだな PTA。 いいね、キャラクター人気だとやっぱりグッズって出るんだな、売れるもんね。ナイスナイスナイス、やったー、稼いでんね。ナイスナイス、書きゃ売れるなこの人、すごいな。あ、待って、修行しよう。よし、個性を60にする。オッケー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 。シナリオも60にしたい。あー無理か。よっしゃ、いいね。なんかアイテム手に入れてくんないかな。これのアイテム何なんだろう、めっちゃ気になるんだけど。このゲームのアイテムが気になる。これはあれでしょ、ガレ、作画の、作画じゃないわ、作るのが早くなるんでしょ。これは、これなんだろう、気になるな。よいしょ、アイテムゲットしろ。いやー無理か、校舎がロボット。校舎がロボット、あんまり普通に中乗り込むの大変そう。え、ずっと1位じゃん。もう右に出るものおらんな私の。もうすいませんね本当に、他の作家さん。よし、オッケー、いいね、原稿料ももらったし。これさ、もうそろそろ引っ越しとか増築の話来るんじゃない？連載3回目だし。リラックス、いやなしでいいかな。そろそろ増築来い、増築来てくんないと。なんだっけ、アシスタント雇えないから。お、200、ナイス、いいね。てかこんなに売れてんのに全部一人やってんのすごいよ、フレンルスタリオ天才だろ、才能でしかないよ。そろそろ増築来てほしい。増築は他の出版社で連載しないとない。マジで、アシスタント雇えないのまだ。じゃあやば、過酷すぎる労働環境が。まあでもお金貯まったし、次はもう他のとこで連載考えるか。小学館で、小学館の連載欲しいな。小学館の連載手に入れて、
増築してアシスタント雇って、やばい寝てほしい。よし、数値いいなマジで。あ、でも今回キャラクター性が低い。 OK、 よしよし、次絶妙の回だから知識使わないはずだから蓄えとこう知識。寝てもろて寝て寝てもろて寝てもろて寝てもろて寝て寝てもろて寝てもろて寝て寝てもろてて寝てもろて。全然アイテム手に入らん。これアイテムないのかな、このゲームのやつ。寝てしかね。来た、絶妙な回。よしで、これを1にしていいんじゃない。いや本当になんか流れ作業になってきたな、だんだん連載が。最初はヒーヒー言いながらやってたのに。慣れっていいね、慣れっていいもんだね。設定なしで、じゃあ次は小学館の連載を目指すにあたってまず何するべきだろう。2億いったよ。小学館に受けそうな漫画を持ち込みまくるしかないよね。漫画めっちゃ作ってストックしまくって小学館に漫画を売り込みまくって、読み切り以上の連載をもらえるようにするしかないのかな。で今さ星2とかじゃんか、小学館とのなんか信頼関係みたいなのが。あそこの星2をもっとあげたら連載任せてもらえると思うんだよね。うん、いいね、儲けたね。ナイス、オッケー、完璧。これが17話か。もう次で終わりだね。いやーすごいね、頑張ったね。早かったな書き上がるの。18話が、あ、来たアイテム、レベルアップ。あ、レベルアップか。え、あ、あ、あ、経験値いるんか。あ、そうなんだ、ほえー、経験値ないよ。アイテム落とさないね。てかこの機材、アイテム落ちる機材と落ちない機材があるのかな。だったらこれ注目してても意味ないよな。こっち注目してたまに知識の本手に入れる方が絶対得だよね。経験値しかも7もいるんだ、結構いるな。よいしょ、あ、来た、ラスト。じゃあラストはせっかくだし躍動の回とかにしとく。躍動的な回、激しい回でもいいけどちょっともったいないよね。躍動でいくか。うん、よし。能力アップするアイテムが手に入るけどめっちゃ確率低い。あ、そうなんだ、そんないいアイテム手に入るんだ、へえ。よし、躍動的な回で終わりましょうか。ラスト頑張れ、書き上げてくれ。めっちゃ稼いだね、いいねいいねいいね。これで大体のことできるはずだから、貯めたお金でいっぱい漫画描いて、で舞台とかもいっぱい手に入れて、小学館に持ち込みに行って小学館で連載持たせてもらって増築したいね。オッケーオッケー、資金で活動資金ができたね。ナイスナイス。いや、おもろいね、やっぱなんか黙々とできるゲームいいな、楽しいわ。なんか同じことを繰り返してるはずなのに見てて飽きないっていう、このいいね。こういうアプリ欲しいもんな、アプリこういうのありそう。でもアプリだとなんかここに課金要素が加わるから嫌なんだよな。なんか倒れちゃったらさ、なんか体力回復のドリンクに課金とか、なんか次の漫画描くまでの時間課金で短縮できますとかありそう。お、コミックスがよく売れそう。ナイス、いいね。
ナイス。嫌な現実そうスタミナがとかありそう。新しいなんかその漫画の内容、舞台の内容を手に入れるために課金してくださいみたいな。おーラストいいじゃん。300万いくんじゃないこれ。ギリいかんか、いかんか、いかんか、いくか、いかんか。知識やばいな。ちょっといくか。寝たら知識取りに行こう。 OK。 スポーツ場行ってみる。高いけど18。あ、そんなだな。え、ノウハウ。あ、そんなに上手くない。あー、まあ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 、むにゃむにゃあ、やばい、寝てる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 、死んじゃう死んじゃう。ぐっすり寝るんだぞ、いいか、ぐっすり寝るんだぞ。お、お疲れ様でした。頑張った、 PTA 書き上げたな。不良が、元不良だった、お父さん、不良の息子を持つお父さんが PTA に入る話ね。中から学校を飛ばしていく漫画ですね。 PTA はその後38万8978冊の増刷が行われ、343万5374冊を記録しました。売れたね、いいね。うちでよろしくない、うん、ちょっとそれ、あ、うん、そうですね、うん、来た。オタク行く？オタク、コンピューターいいな。モンスターオタク良くない？医者とか行きたいんだけどね、絶対間に合わないんだよな、連載の期間に。でも一発読み切りで書くならいいかもしんない、医者とか。モンハンを漫画に、あ、モンスターね、なるほどね。ドラゴン、天下一、サラリーマン、アシスタントいれば。いや、それな、そう、読み切りの持ち込みで書くなら医者とかよくない？長期間で書いてさ、で連載はあんまりそんなかからないやつで書いてみたいな、ありだな。医者取っとくか、ワンちゃん取っちゃうか。使うでしょいつか。オッケー。待ってね、買い物リスト更新。あ、待って、何でも買える今。え、すごい、何でも買える。でもここら辺買ったらお金一気になくなるから買えない、さすがに。やめとこう。よし、じゃあ連載も終わってキリもいいので本日はこれくらいで。いった、膝打った、痛い。膝打った。はい、ということでこれぐらいで終わりにしましょう。セーブしときます。次回は読み切りを書きまくり、小学館にアタックしまくり、小学館で連載をもらいで、部屋の増築をしてマネアシスタントをつけたいなという感じですね。はい、ということで明日も、元気だったらこのぐらいの時間か、お昼か夜かどこかわからないですけど、多分夕方かな、これくらいの時間にまたこのゲームやりたいなと思っておりますので、よかったら楽しみにしていてください。モンハンは黙々と裏で頑張って進めておりましてガチで頑張ってるので、少々お待ちいただければなと思います。ということでありがとうございました。ありがとう、今日も見てくれて、天気面白かったよって方、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、高評価等々よろしくお願いいたします。ということで、ここからはねスパチャ目になりますので、他の配信映る方は映っていただいてですね、このままスパチャ目も聞いていくよって方は聞いていっていただければなと思います。ということで
一旦スタリアです。ありがとう。面白かった。ありがとう。楽しかったです。ありがとう。スタリアありがとう。今日も Thank you。 ありがとう。 Thank you。 よいしょ。トイレ行ってきてもいいですか。お花摘んできていいですか。ちょっとお花摘んできます。ただいま。ちょっと待ってね、パソコンの画面切り替えるわ。もういっか、このまま読もう。おかえり、ただいま。ただま、水飲もう。いいね、このゲーム本当に時間忘れてできるから楽しいな。ちょ、ごめんね、昨日ブチって切れちゃったから、昨日の分もメッセージ付きで読ませていただきます。失礼いたしました。昨日はご心配おかけいたしまして。よいしょ。はい、昨日の分ですね、アイスパガールズジェネレーションビッグバンジードラゴントップ、こんばんは、フレインイルストリお姉さん。自分はあさって JLPT の N1 試験を控えているので、スパチャだけ置いておきます。なんだその試験は。難しそう。ムンバジッパー10月から配信します。ありがとう。Thank you。お待ちしております。ランラン、サムネかわいい。Thank you, やった。フィーリン、今日もかわいいね。声も態度も姿もでかくてよき。ありがとう。姿も。ゲーム一回落としておこう。なんか進めちゃいそう、間違えて。ゆずか、ゆずか、料理長ゆずかか。帰宅して最初に聞く声がフレンで、仕事の疲れが言わされました。ティンケーター。役もクラウドレイ、初見です。えげつなく可愛すぎ。いやー、可愛いからな私。また人を魅了してしまった。俺もう彼女できる可能性ねえや。すげえ名前だな。二十歳になったので初スパチャを、おめでとう。いつも楽しい配信ありがとう。先日フレンの名前の E の謎切り抜きを見てたんだけど、フレンの E はラテン語で騎士の意味のエクイタートスじゃないかと思っています。これからも頑張ってください。 47.2 万人のうちの一人ですが応援しています。ありがとう。天気ありがとうね。 E はですね、ちょっとね、特に理由はないのでですね、はい、
いつか理由ができる日が来るかもしれないですね。ありがとうございます。20歳もおめでとう。ふゆき、むごすぱちゃん、ありがとう。ゆき、捨てないでください、ありがとう。かわいい。えルナ、僕は決してそのコメントでいけと言ってないから、僕は悪くない、なので僕は見逃してくれないです、ありがとう。これいつの話、どこの流れの話だ。シオだ。フレンのマイクラ見たかったけど夏バテで眠さがマックスなので、大好きなフレンの声を聞きながら眠りにつきたいと思います。明日アーカイブ見ます。マイクラ頑張ってくださいね。大好き、ありがとう。 Thank you。 夏バテ気をつけてね。ふうまみぞれ、俺他の人の配信ではいい人だから、フレンのところでは素でいられるってわけ、嬉しいでしょ。出た出た。お前にだけだからって言ったら許されると思ってるタイプの DV 彼氏だ。バースデー経由無言スパチャ、ありがとう。経由、フレンの心読んでも何も考えてないもん、マジでそれはそう、ありがとう。月城知らん虹、プリキュアで思い出したけど、この前今やってるプリキュアがテレビで流れてたから見てみたけど、めっちゃ可愛くてびっくりした。特にあかりの子がめっちゃ可愛かった。今やってるプリキュアってなんだっけ。プリキュア現在、デリシャスパーティープリキュア、あ、トロピカルージュか。え、どれだ。え、デリシャスパーティー、めっちゃ可愛いんやが。え、可愛い。え、めっちゃ可愛い。待って、これちょっと調べていい？気になる。私気になります。もう返信上がってるかな、公式で。あ、返信シーン上がってるもん。ちょ見ていいか。マジ主人公の子超可愛くない。私プリキュア大体主人公の子が好きなんだよな。音入ってないよね。やばい、なんかさ猫みたいな、なんかあのマスコットをプニ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 してるわ。されてえ、私も。おにぎり食べてる。え、かわいい。やっぱ変身シーン見るために生きてるようなプリキュアの。そういうとこあるわ。え、かわいい。柵がめっちゃいいな。え、めっちゃかわいい。ポーズ、おにぎりのポーズなんだ。三角、こうなんか手をこう三角にして、熱々ご飯でみたいなこと言ってるわ。え、めっちゃ可愛いな。うわ、いっぱい食べる系の子じゃん。絶対可愛いわ。やば、キュアプレシャス。へえ。あ、でも今回デリシャスパーティーだから、そういうなんかご飯系なんだな。キュアヤムヤム、キュアスパイシー。へえ。え、めっちゃ可愛い。いいな。キュアプレシャス。プレシャスってどういう意味？後でちゃんと見よう。かわいい。作画よ。ビビった今。プリキュアって何がいいってさ、変身シーンの部分だけさ、めっちゃ高画質で公式が上げてくれてんだよね。私初めてそれ知った時、本当に優しいなと思ったわ、プリキュア。天才なんだなって。キュアヤムヤム、かわいくない名前。ヤムヤムの響きめっちゃ可愛いな。へえ、ありがとう。後で見よう。空手バカステッカーありがとう。サイファー、アーニャの真似してるフレンさんも可愛いぞ。赤楚センキューありがとう。ア
アーニャのアーニャのモノマネ日常で出さないようにめっちゃ気をつけてるわ。ゆずごりコンタリオ、今飲み会の帰りなので赤部で置いときます。フレン今日も可愛いよ、天気ありがとう。いいちゃんコンタリオ今日も可愛すぎ、電気やった今日も可愛いよ。外見四号はでようやくゆっくり見れる。ちなみにフレンは今日も水着なのかい。フレン水着可愛かったぞって言ってなかったから今日言うね。フレンの水着セクシーお姉さん感って可愛かった、好き、ありがとう、電気や。チームアイテンション、穴の位置を変えて緑の土管を作って緑の土管から行けるようにしようよ。緑の土管いいな、それありだす、ありだす、ありだす、ありがとう。言わず、ニワトリを追って笑いながら裁くフレンイールスタリオ。この女騎士が後のカーネル・サンダースと呼ばれるのはもう少し未来のお話。カーネル・サンダース、ケンタッキーやんけ。ツリー、ステッカーありがとう。ガム、今更だけどサムネの猫フレン可愛すぎない？もう222回ぐらいは死んだんだけど。222回という絶妙な数。ありがとう。Thank you。あのイラストめちゃくちゃ可愛いよね。ありがとうございます。いつもね、イラスト等書いていただいて本当に。花店ステッカーありがとう。塩抜きチローメンステッカーありがとう。チョロ63号無言スパチャありがとう。エイブリュー太郎、さらばだ配信お伝えよありがとう。これ落ちた後やな、もう。ユナ、ガリレオになるようなところで放送止まってそこだけ繰り返されてて大草原。ガリレオの呪いだ、実に面白い。ありがとう。みなじろゆき、クラッシュ大丈夫かな、お伝えよありがとう。 Thank you。 ここからフリーチャットに投げてくださってますね。枠切れた分投げてくれてるのかな、ありがとうね。ラット先輩ありがとう。忍者丸ありがとう。フェロンチーノありがとう。アイレスレイネありがとう。あ、でもあの後ね、ちゃんとね、中のものは移し替えたので本当にあと屋根作るだけかな、かな、うん、屋根作るだけな感じです。だから次は屋根作るところと、なんか近くに新しく建築できたらいいなと思いつつ、特にまだ何も浮かんでいないみたいな状態です。うん、新しくなんかね建築したいんだけど、もうなんかこう建築する場所とかもあるかどうかもわかんないし、どうしようかな。あの近場だとなんだろう、壁が土の山になってるから気になったぐらいかな、特に。うん、それ探しからかな。あ、でも私のさ、家のさ、まっすぐ私の家を正面から見て右か、右にまっすぐ進んだとこにさ、なんか木めっちゃ生えてるさ、なんかちょっとした森みたいなとこあるじゃん。あそこはね、なんか結構広まってて何もないから、あそこはワンチャンなんか作れそうではあるなと思ってるんだけど、でもなんか特にそこに何か作りたいかと言われると何作りたいかなってなってる、うん、状態。うん、本当はメリーゴーランドを、噴水をメリーゴーランドにしようかなと思ってたんだけど、メリーゴーランドね、なんか難しそうなのとね、ちょっと面積が足りなそうだなと思って諦めてたんだけど、新サバで拠点作っていいかもね。あー、新サバ行ってみるか、気になってはいるんだよな。新サバで拠点作ってみるか、ありだね、楽しそう。家作るか、新サバに。ちょっと次までに考えておこうかなと思います。アイレスリーヌありがとう。ドレイクインフィニーありがとう。ヒロヒロロありがとう。ケアありがとう。この人たちみんなマイクラの配信でスパチャできなかったからって投げてくれてありがとうね。文章ちゃんと全部読んでおります、ありがとうございます、いつも。ここから今日の分です。月城白虹、フレン先生こんにちは、いつも癖を楽しみにしています。フレン先生の癖と覇気が混ざり液となっている様子にとても感動しました。これからも頑張ってください。なんかいい感じのこと言ってる、ありがとう。ナンバースリーピスケス、仕事中なのでアーカベで置いておきます、ありがとう。仕事頑張ってください。アマネ、フレン先生あなたの癖がバキのパクリじゃないかと言われてますが本当にパクったんですか。全然違いますけど、そもそもバキと癖ってあんまり似てなくないですか、ちょっとよくわかんないです。フィーリン、今日もめちゃくちゃくちゃじゃないわ、めっちゃ可愛いね、今日はどんな作品が生まれるのか楽しみ、ありがとう。 Thank you。 アイスパカルズジェネレーションビッグマンジドロトップ、こんばんは、フリーイールスタリオお姉さん、明日 JLPTN1 の試験があるので残念ですが生配信は見れません、10月からメンバーシップに入り直します、ありがとう、頑張ってきてください。長春、
お前んちで思い出したけど、学校の卒業文集でクラスを家族とするならって企画があって居候の称号をもらった。俺はどこのクラスに所属していたんだ。居候かわいそう。なんでや、いじられキャラやったんか。ありがとう。吸血鬼漫画好きだけど、作品を検索するとサジェストにつまらない打ち切りネタバレと出てくる。なぜ。みんなね、批判したがりなんよ本当にね。批判したがりなんよ本当に。ネットって基本的にマイナスなイメージが先に出てくるから良くないからね、あんまり。白爪満点餅。フレイさん、今日も楽しい配信ありがとうございます。私事で申し訳ないのですが、朝4時からさっきまで自家用船で釣りをしてたのですが、タイ1匹しか釣れなくて元気ないので元気分けてください。涼しくてごめんなさい。自家用船で釣りしてたんだって。すげえ、私と違う世界にいる人だ。すごいな。もっと釣れるといいね。暑いからお魚も逃げちゃったのかもしれんな。うん、元気出してね。次はいっぱい釣れるよ。ありがとう。赤スパ天気ありがとうね。Thank you。 また釣れたら教えてください。言わず、テニスの僧侶様、これがバイブル。フレンのバイブル。うん、エクスタシー。売れっ子漫画家フレンさんにハーゲンダッツ代。ありがとう。Thank you。ゴド、速報、セーラー服20歳が大賞受賞。ありがとう。Thank you。てかさ、なんか毎回さ、あんなさ、ちゃんとさ、フレンさんお誕生日おめでとうございますみたいな感じでゲーム内で祝われると思ってなかったからさ、これからどんどん22歳23歳となっていってさ、あのままずっとセーラー服を傷つけるフレンを見続けるかと思うと胸が熱くなるよな。でももうセーラー服のキャラで進んじゃったしみたいな、もう23だけどみたいな。リビル、配信2人を大賞おめでとうございます。パイ、世の中金やな。そんなことはないけど、ありがとう。雪村、雪、フレンさんが漫画を出すと聞いてきました。ありがとう。 Thank you。 バースデーケイリー、無言スパチャ、ありがとう。幼児、通信障害治らへんのであとはアーカイブで見させていただきます。皆さんもお二人よ、ありがとう。オメガ、これから出かけるのでアーカイブ台です。フレン今日も可愛いよ。 Thank you、 ありがとう。ジータルクライム、フレンの笑い声はいつも錬金後のズタズタの心癒されて好き。かゆい、うま。なんで、なんでバイオになった。白爪満点持ち、多分各不良チームに代表ロボみたいなのがおるんやで。東京マンジロボみたいな。東京リベンジャーズか。塩抜き塩ラーメンステッカーありがとう。ユナ、昨日途中で終わって寂しかった。うわ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、気をつけるね。クラッシュしないように気をつけるね。わかんないけどやり方ありがとうね。トーチ、配信お二人よ、ありがとう。アイレスレイネ、お二人よ、フレン先生の PTA 読んで構成しました。大学受験頑張ります。お、構成された人間がここにも一人、ありがとう。メガ進化使い、配信ありがとうございます。いつも頑張ってるフレンにお返しです。暑い日が続いてるので体調に気をつけてね。これからも応援しています。フレン大好き、ありがとう。 Thank you。 赤スポ天気ありがとうね。こちらこそ、暑い中みんなね、お疲れ様です。いつも配信見てくれて本当にありがとうございます。 Thank you です、ありがとうね。アライグマ、今日も楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとう。 Thank you。エビル太郎、お二人よ、フレン先生の次回作にご期待ください。そろそろゲームの中のフレンもいたわってあげて。ありがとう。あの子はちょっと私が使い潰すので。アウルス、フレンさん楽しかった、配信ありがとうございました。喉と膝お大事にしてください。ありがとう。膝ちょっとさすっときます。ヤキトステッカーありがとう。 Thank you。 ケア、お二人よ、すっかりもうすっかり売れっ子漫画家だね。いやー、それほどでもあります。ありがとう。ムロ、お二人よ、ありがとう。お二人よ、チョロ63号無言スパチャ、ありがとう。あやか、お二人よ、昨日は、PC、今日は膝がクラッシュなのか。うまい、ありがとう。ふうまみぞれ、フレンのこのシリーズのゲーム実況大好き、今日も楽しかったよ。お二人よ、ありがとう。 Thank you。 Thank you。 ゆずごり、お二人よ、さっき来たところなのでアーカイブ見ときやす。ありがとう。 Thank you。 ルナ、お二人よ、 PTA というタイトルマジで面白すぎる、次回もおもろいタイトル期待、フレン先生ファイト、ありがとう。 Thank you。シン、配信お二人を、漫画家になると漫画家行ってベッドで寝て水槽を眺めるだけの生活になるのか。漫画家も大変だな。でも実際の漫画家さんもさ、なんか漫画描いて寝てご飯食べて、漫画描いて寝てご飯食べてってなってそうじゃない？勝手なイメージだけど、なんか忙しそうなイメージあるわ。ガンクテーブリッキー、配信お疲れ様でした、楽しかったです。ありがとう。 Thank you。ムラちゃん、お二人楽しかった、暑い日続いてるから体調気をつけてね。ありがとう。みんなも気をつけてね。
あらたえ文お二人よ、フレン先生の次回作面白かったです。前に1回だけ合同で同人小説書いて出してもらったことあるけど、1日ほぼ紙と向き合ってたからトイレとかご飯ほとんど取ってなかった。やっぱそうなんだ、漫画家さんって大変だよな。ありがとう。にゃんぽこお二人よ、ありがとう。お二人よ、 Thank you。 ちょっと待ってね。今日人気漫画家かパクリでも売れたもん勝ちだよな。最低。ありがとう。超 M ゴンスパチャ、ありがとう。忍者丸、テニスの僧侶様に PTA と傑作ができてて面白かった。時間楽しみにしてる。ありがとう。テニスの僧侶様でテニプリなのめっちゃおもろかったもん。みなしろゆき、お二人よ、2つ連載を完結させて、白戦車大賞も取り、コミックオータからの看板作家になったフレン先生の次回作にご期待ください。ありがとう。 Thank you。 ムプ、お二人を、略してテニプリマジでめっちゃ笑った。あと昨日 DMM スクラッチ購入したら無事にフレン来てくれたよ。届くの楽しみ。赤ドレスほんとかわいい。ありがとう。 Thank you。 ありがとうね。そう、 DMM スクラッチね、始まってるみたいで、ちょっと私リツイートしたっけ、してないかな。後でリツイート見かけたらリツイートしておきます。ありがとう。そう、私も弾きたいな、弾こうかな。ゼロ章フリーチャットにありがとう。無言パチャ、天気ありがとうね。天気天気。ひろひろろ、お二人よ、漫画って命削って書かれてるんだな、感謝しながらよ。もいや確かに本当にね、ありがとう。田舎のたぬき、お疲れ様、フレの次回作楽しみだな。ありがとう。天気ありがとうね。よいしょ、7日まで。そっかそっか、7日ダブルチャンスか、楽しみやね。なんか結構前回の、わかんない、今回はどうかわかんないけど、前回の DMM のやつ、メイフで出た時のやつはね、確かね、本当にどの人も秒で亡くなってたから、ダブルチャンスが確か。そうだからちょっとね、もう時間が変わったら即引くとかしないと難しいのかもしれない、わかんないけど。ゴド、お疲れ様でした。足ぶつけたの大丈夫？ところでふくふくのあまりフレンの胸元のスカーフがビッグマックに見えました。ごめんなさい、明日も楽しみにしてます。何をどうしたらこのスカーフがビッグマックに見えるんや。どういうこと、おもろすぎやろ。よいしょ、ありがとう。ヤマシ、配信お疲れ様でした。後でアーカイブ見ますね。不労所得憧れる、働きたくない、働きたくない、間違いない。ありがとう。ゆずきれいじ、お二人よ、あんまり関係ないんですが、まちこさんの時に武将の長尾影虎、上杉謙信の最後を思い出しました。戦にとても強いのにトイレで亡くなってしまいまして。へえ、あ、そうなんだ、面白。そんな逸話がある、逸話あるんだ。へえ、ありがとう。鶴子輝、お二人よ、僧侶様実際読んでみたい。ありがとう。佐々木さんの家の物干しさを、お二人よ、今日なんだか元気そうでよかったです。いつも感謝。こちらこそありがとう、感謝。ナノ、お二人よ、今日も素敵な作品たちをパク生み出してしまったな。パクパク、そう、次回も楽しみ。ありがとう。 Thank you。 ペペロンチーノ、連載2本とも1位独占すごかったし、大賞を受賞したのもおめでとう。これで白戦車をフレンなしで生きられなくなったし、この調子で他の会社も支配したで。ありがとう。 Thank you。 他の会社も私なしじゃ生きていけなくします。アルトライブン、2回目、紙といっても携帯アプリですけどね。ありがとう。クリード6001、お二人を、間に合わなかったのでアーカイブ見ます。最近暑いから体調気をつけて。ありがとう、みんなも気をつけてね。ヘッドラグビー、お二人を、テニスの僧侶と PTA の連載お疲れ様でした。フレン先生の次回作も楽しみにしてます。 Thank you。 やったー。ユサミ経年、お二人を、フレン先生の次回作にも期待しております。暑いので体調に気をつけてください。ありがとう。 Thank you。サンモリタカさん、お二人よ、フレン先生の次回作楽しみ。今日もベリーキュー。 Thank you and very cute。 サトケン、お二人よ、名漫画家の香りがすごく漂ってます。名作次も楽しみに期待してます。その名作が好きなんだから。ありがとう。奥野正弘、今日もお二人よ、漫画描いてテレビを見るだけの生活俺と一緒じゃん。そうなの、漫画描いてるの。ありがとう。クルマエビ、フレン先生お二人よです。ヘケの大ファンになったから先生の作品を見続けてます。PTA も最高だったので、また素晴らしい作品を待ってます。ちなみに私のヘキでの推しキャラは匂いフェチのグッドスメルです。そんなやつはいない。ありがとう。いるのかな、もしかしたらヘキだし。とりあえず生おかわり、今日も楽しかったです。7月季節ボイスも良かったです。お二人よ、ありがとう。 Thank you。 7月季節ボイス出してたっけ私、後でツイートします。スレザクヤ、無言スパチャ、電気ありがとう。ドレイクインフィニー、
生活換金配信楽しかった。ダラダラ印税生活はだんだん近づいてきたかな。続きも楽しみ。最近すっごい暑いから十分に水分をとって体調に気をつけてね。ありがとう。ウォカナ、人生初スパチャフレイさんと決めていました。今日も配信お伝えようでした。ありがとう。人生初スパチャ Thank you。 ありがとうね。嬉しい。ありがとうね。 Thank you。土星さん、昨日送れなかったので合わせて送ります。昨日も今日も配信ありがとう。7月ボイスボリューム1聞きました。めちゃめちゃ可愛かったし、めちゃめちゃ癒されました。最高のボイスありがとうございます。7月31日までの期間限定販売です。おすすめのボイスです。皆様ぜひ毎回スパチャで私にこの宣伝読ませるの面白いんだよな。ありがとう。モモンガ、ストックホルム症候群は誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害者において臨床において被害者が生存戦略として犯人との間の心理的なつながりを築くことを言う。あれ、この状況どこかで見たような気がするな。え、なんかしたっけ私。ありがとう。長春配信お二人を、先日から札幌競馬場で一人寂しく食堂を運営しています。それ言っていいの？見バレしない。仕事中もフレイさんの配信を見ながら今日も頑張りました。 PC と膝に無理なく頑張ってください。送料の多くよりありがとう。天気ありがとうね。よいしょ。ただのりん、配信お疲れ様。今さっき帰ってきたから前半アーカイブで見るね。ありがとう。お疲れ。おかえり。よいしょ。かな、多分全部読めていると思います。読めてますね。はい、ということで、では、メンバーさんのお名前読み上げていこうと思います。ちょっと待ってね。いきます。喫水のグーナーにておかえりなさい。吉野春彦にておこそいらっしゃい。赤月総理にておかえりなさい。一年生ありがとう。ハイデルターにておかえりなさい。一年生ありがとう。カズクマンにておかえりなさい。元気マンにておかえりなさい。一年生ありがとう。TK にておかえりなさい。ランアランにておかえりなさい。K4T にておこそいらっしゃい。オリカンにておかえりなさい。一年生ありがとう。オグラーにておこそいらっしゃい。ルカリオにておこそいらっしゃい。ユウの手書き切り抜き置き場にておかえりなさい。一年ありがとう。アンウナコッポプリスにておかえりようこそいらっしゃい。熊田一作にておこそいらっしゃい。なおや、鉄骨茶柱、にておかえりなさい。ゆな、にておこそいらっしゃい。おかな、にておこそいらっしゃい。俺の分まで生きてくれ、にておこそいらっしゃい。アンディディディ、にておこそいらっしゃい。そう、にておかえりなさい。ターク524、にておかえりなさい。提督、にておかえりなさい。一年中ありがとう。斎藤剛かな、にたい、ようこそいらっしゃい。K かかし、にておかえりなさい。一年中ありがとう。慎太郎、にておかえりなさい。一年中ありがとう。かなー、ソウリュウカエデカム入隊ようこそいらっしゃい。ユリは世界を救う入隊おかえりなさい。羊入隊ようこそいらっしゃい。クアン入隊ようこそいらっしゃい。モチ入隊おかえりなさい。1年生ありがとう。 Thank you。 タケシか、 OKOK、 okay, okay. Thank you Thank you。 斉藤タケシね、失礼しました。かなで大丈夫かな。はい、多分すべて読めていると思います。昨日はね、途中で落ちてしまい申し訳ありませんでしたけれども、本日もいかがでしたでしょうか。私は大変楽しませていただきました。明日また配信時間ご連絡いたしますので、Twitter 等チェックしながらゆっくりお待ちいただけると嬉しいなと思います。ということで、ハンズもありがとう。 Thank you for watching. Thank you. Doing great job in thisGame, keep up your amazing friend. Thank you, thank you, thank you for watching. 海外の方も thank you for watching. みんないつも見てくれてありがとう。ということで、本日もありがとうございました。みんなゆっくり休んでね。おやすみ。バイバイ。